ブラキのお父さん、マーさん、こんばんは。スポンとありがとうございます。詰まってくるかな、人。ふわふわさん、なんかちょうど入ってしまっただって。なんでだなんでだ。あにゃせよー、クッキーモンスターメガネさん、ありがとうございます。ちょっと人が集まってきたらね、もう SNS ではあのお知らせしたんですけど、お知らせを2つほどしたいなと思います。知ってるよって方もいると思うけど、まだ言わないで。イエイエイ、ありがとう。皆さんお疲れ様です。今日はですね、ラジオをやってきました。近々今 NGT48 がやらせていただいているラジオ、何かしら出る予定なので、ぜひ皆さん聞いててくださいね。よろしくお願いします。レナ怖い、日に日に綺麗になってる。怖い、取れちゃった。ノー整形そう、こんばんはって。皆さんお疲れ様です。皆さんも学校とか始まってるのかな。でもお仕事か、みんな、まあ、お仕事が主にかな。はーい、そう、長谷川さんはね、もう宿題が終わらないんだよね。宿題が終わらない。もう香りがない。明日自分の学校の試合があるんだって。頑張ってください。何の試合だろう。頑張って。宿題やったけれど本当に嬉しい。ありがとうございます。宿題もう終わらなくていいかなって思ってきちゃってるっていう最低なやつですよね。やりますね。みなたさんの社名をありがとうだって。なんか送ったっけ。武道館イベント同棲します。ありがとうございます。あのただいま NGT48 のね、4枚目シングルリリースイベント、日本武道館での受付が始まっているので、よかったら皆さん、この機を、この機会を機に長谷川玲奈とお話ししませんか。ぜひね、皆さん来てほしいんですけど、まあね、皆さんもそれぞれ予定があったりだとか、本当来たことがない方の方がほとんどだと思うので、ぜひ多分 NGT、 あの AKB48 全体の握手会だとどうしてもね、もう本当に人が多いので会場が分からなくなったりとか、私のレーンを来るまでやっただと思うんですけど、 NGT48 の握手会だったら、あのまだ人数は少ない方ですし、一つの会場でしかやらないので、そのね、日本武道館以外の握手会もね、今後来てくださったら嬉しいなって思いますし、来やすいんじゃないかなと思うので、よかったら皆さんチェックの方よろしくお願いします。私のインスタのストーリーからスワイプできるようにしてあるので、よかったらそちらの方でチェックしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。次の抽選は8月22日14時からだよ。ありがとうございます。キャラメルフラペチーノさんですね。ありがとうございます。緑森運動公園と体内の道の駅行ってきましたって。マダベラさん、ありがとうございます。初見ですだって、嬉しい。初見なのに教えてくれた、なんて天使なんでしょうか。キャラメルフラペチーノさん、もう覚え直した。ありがとうございます。先会えてないねって、本当に望みに全然会えてないねえ。もうね、たくさんコメントいただいているのでね、じゃあちょっとお知らせをさせていただきます。もうね、 SNS ではお知らせしたんですけど、まず一つ目お知らせがありまして、と今年2018年1月27日に全国ロードショーされた映画ミッドナイトバスが DVD& ブルーレイが決定したので、よかったら映画館で見れなかったよって方はぜひそちらの方をチェックして、私をね、あの映画デビュー、私が初めて演技をしたので、
その初めてを皆さんにぜひ見てほしいなって思いますし、見た人だけがわかるキーワードというかね、ある言葉があるので、ぜひ見たよって方はそれを握手会でね言ってきてくださったら私は言い返します。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。初めての GT イベント参加ありがとうございます。阿部さんお待ちしています。はい、そう、映画にね出演今年させていただいて、それからまだ演技のお仕事はねやらせていただきたいんですけど、またね演技のお仕事をしたいと思って、それを A のミッドナイトパスがきっかけで思うようになったので、これからの頃からねもっと頑張っていきたいなと思います。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。11月2日発売予定です。よかったらね、まだ先なんですけど、近くなったらまたお知らせするんですけど、よかったら楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。メイキングとかどうなんですかね、つくんじゃないんですかね、わからない。私もまだ詳しいことは聞いてないんですけど、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。タワーって本当だ、ありがとうございます。よしきさんだ、ありがとう。ガミさんもクマさんありがとうございます。ティクチさんもハートありがとうよ。はい、そう、そして2個目お知らせ、2つ目なんですけど、2つ目は今月8月21日に、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ in 横浜スタジアム戦で、なんと始球式をやらせていただくことが決定しました。イエーイ、すごいね。私が聞いたのは先月の後半ぐらいに私は聞いたんですけど、本当に今シーズンといいますか今年に入って2回目の始球式なので、すごく嬉しいです。全力で投げたいなと思います。ぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。今回はDeNA の方に3の方として参加させていただくので、今回は全力で DeNA さんを応援したいと思います。すごい、 DeNA 対巨人は本当に新潟によく来てくださるチームで、小さい頃から本当に私はその試合しか見たことがないレベルで、本当に新潟のエコスター以外でその2チームの試合を見るのは初めてなので、すごく楽しみにしています。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、そしてですね、そこの始球式の方に横浜っていうこともあって、 NGT48 のダンス担当のね草加部愛菜ちゃんが横浜出身、神奈川出身なのか、神奈川県出身なので一緒に応援しに行くので、よかったら始球式も応援してくださったら嬉しいです。はい、そして私からのお願いで、ぜひ始球式に見に来るよって方はぜひぜひ試合を見てから帰ってください。よろしくお願いします。すごく嬉しい、 DeNA の会長さんが新潟の方らしい。そうなんですか、いろいろ新潟つながりがありますね。すごく私も始球式またやらせていただく機会をいただけてすごく嬉しいですし、楽しみにしているので、ちょっとね、だんだん肩を作っていかなきゃいけないなと思う状態なんですけど、ちょっと肩が最近痛くてトレーナーさんに任せたいなと思います。すごく楽しみです。ぜひぜひ21日よろしくお願いします。こうかお願いします。レナーってアニョハセヨーチョヌンヤグソニョチャルプダテルミナー。はーい、ぜひぜひ始球式も決まって、本当にね、私がその生誕後に言ったショールームでのね言葉がどんどん実行されていってるというかね、そこで言ったのは、本当に私はその生誕祭で言った目標は武器を増やすという目標を話したんですけど、その後のショールームでは、まあ、武器を増やす他にも押してて楽しい推しになるっていう目標と、そのためになんだろう、朗報を増やすというか、皆さんにお知らせする回数を増やすっていう
もう皆さんに暇を与えないぐらい頑張るという意味で私は言ったんですけど、その今年はねもう映画が決まったりとか選抜に入らせていただいたりとか、こうやって始球式もね2回目だったり、総選挙ランクイン皆さんのおかげでさせていただくことができたり、映画のね DVD& ブルーレイが発売という、本当にたくさんのお知らせを今年は今のところできているんじゃないかなと思っているので、ここでね終わらず、今後もっともっと皆さんにバン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 朗報をお届けするので、これからも長谷川アリナの応援をよろしくお願いします。そして見届けてください。よろしくお願いします。明日公演行くねファミリー席です。お待ちしています。ぜひレナボンゴールよろしくお願いします。愛さん初見です。ありがとうございます。 NGT48 の一の旧少女高校3年生17歳のレナポンこと長谷川アリナです。インスタグラムやってるので、よかったらチェックしてみてください。そして21日、今月の21日に始球式をやらせていただくので、よかったらそちらの方も応援よろしくお願いします。武道館当たりました。ありがとうございます。嬉しい。武道館ぜひぜひ NGT48 4枚目のシングル握手会お待ちしています。ぜひ遊びに来てください。初めましての方もね、ぜひぜひ本当に気軽に来れる場所だと思っているので、遊びに来てくださったら嬉しいです。高3なんだぞのぽいって、高校3年生ですね。もう今年卒業できるかがすごく不安なレベルなんですけど、頑張っています。スナックスキーって、これもね韓国の服なんです。韓国ブランド、韓国ってなんだっけ、ハングルブランド、イエイ。はい、そう。そしてね、韓国と言いましたら、私はプロデュース48の方に参加させていたんですね。もう一時で私は落ちてしまったんですけど、皆さん、国民プロデューサーの皆さん、ありがとうございます。皆さんからいただきました。こちらちょっとね、韓国の美容系なのかな、美容関係のものだと思うんですけど、先日いただいたので皆さんにお見せしようかと思って撮っておきました。じゃじゃーん。アニョセヨ、チョヌン。 NGT48 セガルナイムニダサルプタテルミダ、国民プロデューサーレナープレゼント、カムサムニダサハヘヨ。すごいね、嬉しいね、本当にありがとうございます。国民プロデューサーの皆さん、本当にたくさんの応援ありがとうございました。結果は残念だったんですけど、これからも私のことを応援してくださったら嬉しいです。ありがとう、すごく嬉しい、本当に大切にします。イエイ、ありがとう。そう、すごくね大切にしたいと思います。これは美容関係のものですかね。美容関係、お肌の関係する栄養剤みたいな感じですね。いただきました。チャルプタテルミダー、よっこら、よいしょ。そう、すごいね、そうやって武器を増やすという目標に向かって韓国のオーディションも受けて合格して参加権を得ることができて、たくさん学ぶ機会をいただけて、結果は残念だったんですけど、もうたくさんのものを得ることができてすごく嬉しかったですし、こうやって韓国の皆さんにもね出会うことができて本当に嬉しいですし、やっぱりの韓国のアイドルって結構日本の女性もたくさんね好きな方が多かったりもして、それを機にね私のことを知ってくださった方もたくさんいらっしゃって、それからね応援しますっていう方が本当にたくさんの方から声をかけていただく機会が増えて、すごく嬉しいです。参加して本当に良かったです。改めて皆さん、たくさんの応援ありがとうございました。兄貴いるの、いまーす。お兄ちゃんいるよ。レナこんにちはって、あにわせよー、こんにちは。はい、これはねレナのママが手作りした、キュウイとみかんの酢お酢なんですよ。これお酢割ったやつなんですけど、私今すごい酢にハマっていて、なんか行きつけのカフェがいつもデザートと一緒に酢を出してくれるんですけど、そこの酢で期間限定で出てたゴールデンキウイの酢が本当に美味しくて、
ママに作ってって言ったらもう全く同じ味を再現してくれて、まあ、リンゴもあ、リンゴだって、なんだっけこれは、みかんも入ったんですけど本当に美味しくて、そう毎日飲んでます。梅も作ってます。梅酢も作ってくれてて今どっちも家にあります。そう本当にね、ありがとうママって。キウイが酢で作れるの、どういうことないかと。キウイが酢で作れるの違うでしょ、キウイででしょ、あキウイで酢が作れる、あちょっと日本語わかんないけど、そうキウイの酢、なんかいろんなフルーツでできると思うんですけど、私キウイが好きなので、はい、ママに感謝ね。酢か始めようかな。私黒酢も好きてか酢が全体的に好きなんです。ザクロ酢もおすすめします。ザクロの酢もすごく美味しいです。ちょっと酸味があるのかな、うん、あるのかな。すごく韓国で会いたいって私も分かんないから Me too 英語だけど、いいよっから。酢って美容にいいんやったっけ、分からない。ただ酢が好きなんです。お酢は体にいいですね。そうですね、体にいいんじゃないですかね。美容にもいいのかな分かんないけど、体にはいいんじゃないですかね。飲みすぎると良くないって言うけど、そうキュウイが好きなんだ。今し懐かしい懐かしいですね。それねえなーって、かむさむりなー。モフの LINE について、あそうモフちゃんのね、深夜1時半から2時にかけて NGT48 LINE が動いた瞬間というか動いたんです先日。その内容が、あの NGT48 の村雲風花ちゃんって子がいるんですけど、その子が急にツインテールの写真をグループ LINE に送って、この私可愛くねから始まったんですよ。で私は村雲風花ちゃんがわし面なので可愛いって入ったけど、モフちゃんは普段そういうことをするタイプの人間じゃないんです。だからみんな心配しちゃって、でモフちゃんは二十歳だから一斉にみんながもうほぼ同タイミングでお酒飲んだってもうみんな心配し始めて、でなんか飲んでない飲んでないって言ってるのも嘘なのか本当なのかもわからなくて、もうすごいよくわからない感じになっちゃったっていう。ちょっとね、モフちゃんのストーリーにまだ上がってるのかなわかんないけど、気になるよって方は多分ネットのどこら辺かにね載っているのでチェックしてみてくださいそうね、ちょっと説明が難しいけど、アイメイク変えましたって、柔らかい印象になった気があって、そう私はね、うーんなんか、まあ、メイク変えてないんですよぶっちゃけ。メイク私そんな変えたことがなくて結構定着するタイプなんですけど、なんか前髪を伸ばしてから黙っていると怖がられてしまうんですよ最近よくそう喋ったらそんなことないんだけど、まあわかるんですよねそんな気持ちも。なんとなく前髪流してる人が黙ってたら怖いみたいな、まあ実際ねそう後輩ちゃんからも思われたっぽいんですけど、まあねそれがねちょっとやだなって思うんだけど、それは自分のせいだなと思うからみんなとたくさんお話ししたいなって思います。そんなことないんだよ本当に。よコンシーラー何使ってる。コンシーラーはです、私に言うと結構使ってるんですよね。部分によって変えてて今のところ3つですね。よいしょ、今使ってるコンシーラーは3つあってですね、まず一つ目は、まあこれは結構有名なものですね。誰もが持ってる。このコンシーラー、名前わかんないんだけど、これ韓国のコスメなんですけど、これすごくカバー力が半端なくて、何でも隠せちゃいます。これおすすめです。あのネットで買えたりする、ネットでしか買えないのかなわかんないけど、売っているので、よかったら今のところスクショして、ぜひぜひ。ザセムってですね、覚えておきます、ありがとうございます。キャラメルフラペチーノさんは女子力高いんですね。これがまず部分なんかいろんなところに使ってます。普通にさ高校生って言われたらさんってなる。いやいや高校生、まだラスト JK ブランド持ってます。
JK というブランド。はい、そしてですね、もう一ついろんなところに使っているのがこちらの資生堂のスポーツカバーファンデーションでした。ファンデーションのこの丸いタイプなんですけど、これは1200円ぐらいで買えます。資生堂は意外に買えます。はい、買えますよそう、結構ね、使い方汚いんだけど、こういうタイプで結構ね固めなんですよ。結構固めでダマになっちゃう人もいると思うんですけど、これもカバー力が半端ないんで、よかったらチェックしてみてください。これはいろんなところで売ってます。結構見ること多いんじゃないかな、わかんないけど、これぜひぜひチェックしてください。そして3つ目が、これも資生堂です。私基本的に資生堂のコンシーラーが好きで、これはわわわ、目の下用のコンシーラーです。これは筆タイプになっているんです。筆タイプで3回カチカチって回して、トン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 ってやって、手で伸ばしてスポンジでパン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 ってやると、クマだったり、まあ、クマしかできないカメラが消えます。主によくこちらも、私はちなみに103番を使っています。ぜひぜひこちらもおすすめしています。以上です。でもケアメイクのコンシーラーは本当にいいと思いますよ。全然悪くないと思う。なんかね、今黄色とかも出たんだよね、クマ隠すみたいな感じで。ケアメイクもすごく私は好きです。めっちゃ参考になれてよかった、ありがとうございます。韓国で仲良くなった人、私が一番仲良くなったのはジニー。今でも連絡取ってる。あとヨンスもすごく仲良くて、あとはやっぱ一緒のグループになったシアンだったり、イェボンだったりかな。あとギュリもだし、一番最初に F になったメンバーとは全員仲良くなった自信がある。そう、ヨンスもかな、ヨンスもだし、キリンちゃんもね、ウンジンも、ウニョン、あとココア、てか全員な気がするな、レナ。みんな好きだし、みんないい子だし、本当に優しくて大好き。今日のテーマは何？いつも通り、私テーマとか、まあたまに決めるけど、でもコメント読みますいつも通りかな。あ、すごい、小指が汚い、黒くなってる。なんだろうこれ、ペンかな。明日公園行く、本当嬉しい。明日は G 公演です。その汗は嘘をつかないよ。ぜひ坂上がり公演遊びに来てください。すごく楽しいです。私はエンドロールという楽曲をやらせてもらっていて、アクロバットをやっているので、よかったら注目してください。29日当たったら行くねって、本当にお待ちしています。そう、寸劇あるのって、寸劇もいつも通りです。もう毎回違うけど久しぶりに来たら可愛いさませるだって、やったー、褒められた。にゃん、サブちゃん、トリートメント何使ってる？トリートメントはですね、ちょっと待ってください。ちょうどね、今日東京から帰ってきたばっかりだからね、荷物がまとまってるんですよ。やっぱホテルのシャンプーとかって、まあ、いいところもあれば、まあ、基本的にあまり好きじゃないシャンプー、ゴザゴザガザガザゴワゴワしちゃうみたいな感じで、自分の持ってっているんですけど、よいしょ、私はこれですね。いてこら、これは美容室の方からおすすめして、コンポジオSM、 あ、違えた、コンポジオ CMC リペアトリートメントっていう、これ使ってます。これは流すタイプのトリートメントで、あとはこれモロカンオイル、これは流さないタイプのトリートメントで、今まで使っていたトリートメントはこの2種類ですね。これは日によって変えてたんですけど、これはどっちも流さないタイプで、これはどこでも売ってます。もうど
ドンキでもあります。これはしかもドンキだともっと安く、もう半額以上、半額以上ですね、ドンキだと多分。とヘアトリートメント、あ、それそうかANルーティーン、 AN ルーティーンとアルミックヘアオイルっていうやつですね。これはね、中身の箱がちょっと白くて、この絵が描いてなくてちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、一応ね、見てみたら、ネットで調べてから買った方がいいかもしれない、分かんないかもしれない。ぜひぜひ、こちらは本当に安いです。こっちがね、なんかジェルっぽいんです。ジェルっぽいトリートメントで、こっちが液体っぽいんです。こっちが液体っぽい感じでサラサラしてるんですけど、どっちも香りは私は好みです。嫌いって方もいるかな、分かんないけど。そう、こっちは、あ、でもどっちも好きだな、レナ好き。そう、そんな感じかな。何の香り、何の香りなんだろうね、分かんない。何の香りなんだろう、何の香りかな。うん、よくある感じ。あ、お風呂上がりの温泉、温泉上がりって感じかな、な感じかな。ほいよ、今度から結構、あ、サラサラになりますし、香りが持つので、ちょっとふわーってやった時に香りがするって感じです。特にこのピンクはおすすめ。私はもうこれ何本目って感じ、わかんないけど、 AN ルーティーン、 AN ルーティーンってやつです。ぜひぜひチェックしてみてください。うん、いい香り。今韓国ができるの、いいね。韓国アニマセよ、どうよ。まあ、ナポに会いてえなって、ナポ会いたい。明日の G 公演前入りで、今日緑森と運動公園行ってきたって。ありがとうございます、にゃんさん、ありがとう。で、猫、猫猫ちゃん推しだった方かな。なあが、とっても可愛いですね。 GT 本当にライブお会いしたいって、来てほしい、ライブ見てほしいなね。あ、タイナナのビタって、ありがとう、春樹振ってくれた。そう、昨日ね、行われた胎内温泉祭りっていう花火大会があったんですよ。そちらのね、ファンの皆さんが、私のために、私のためにというか、私のまああげてくれたったんです、花火を。去年も一昨年もあげてくださって、今年はその総選挙ランクインしたってこともあって、総選挙77位胎内の星、長谷川玲奈さん、ババババババって感じで、もう結構トップの一番最初の方にね、開けてくださって。そう、映像はママから送って見ていたんです。ちょっとその時東京にいて見れなかったんですけど、すごく嬉しかった、ありがとうございました。本当にちょっとね、後でインスタに上げようかな、インスタグラム、インスタグラムしか映像私今上げれることができないので、インスタに上げちゃったいので、ぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。さっきカラオケで腹だから歌ってきたって、ありがとうございます。初見です、ロッチのグローブの人で、そうです、ロッチさんからいただきました赤いグローブをね、いただいた NCT48 のやつは通級少女高校3年生17歳の長谷川玲奈です。そのね、ロッチさんからいただいた赤いグローブ、今月の8月21日横浜ベイスターズ対横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦で使わしての始球式で使うので、よかったらお楽しみに。イエイ、雨大丈夫そう、びっくりしちゃった、新潟帰ってきたら雨がすごくてね、びっくりポンポンポンって感じで。でもね、なんか私が帰ってきた時はそんな降ってなかったんだよね。そう、インドロール目の前で見れたし、これ以上なくねって、ねえ、あんな目の前で見たらびっくりしちゃった。そうそう、雷大丈夫、雷はね、私は触れてない、聞いてない、雷が。黒髪だとアイシャドウ茶色メインのやつが一番いい感じ。あー、でも私は結構ピンク系使ってるんです、ピンクオレンジっていう、今使ってるのもこれなんですよね。
色ちょっと鏡ちゃんがあるからあんまりよくわからないんだけど、ひきしりカバー、よいしょ、ピティ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 、私が今使っているアイシャドウはどこだっけ、エチュードハウスのアイシャドウパレットなんですけど、これ主にピンク系が多いんです。これはピーチファーム、ピーチフォームちょっとわからんけどってやつを使ってる。そう、汚くなっちゃった。そう、これを今使ってる状態だから、別にそんな茶色がメイン、まあ最初はもちろんベージュ系だったけど、まあやっていくうちに色を使ってって今はピンク系って感じです。今日もピンクなんです。今オレンジかな、今日はどっちかというと。そうのシャドウ使っちゃってます。長谷川玲奈、目が近いかします、綺麗、チカチカしますって嬉しい。裸眼よくね、本当にカラコンってある。あ、唇なんかついた、い、あ、キウイフルーツの種だ、ひー、キウイの種がついてるじゃん。一個当てね。照れた。一瞬。あれ、ゴミ箱消えた。ただただただ。行った箇所。箇所。眉毛は何で描いてるの？そう、結構私眉毛ね、前髪出してから描く。まあ、書かなきゃいけないんですけど、そう結構ね聞かれる機会が増えまして、今使っているものはこれ。私結構眉毛に使ってるんですよ。結構聞かれるぐらい使ってて、これかな、これ今使ってる眉毛セットです。アイブロウそう、これはマジョリカ、マジョリカのやつなんですけど、このカラー、あ、ぶっちゃけ一番暗い色じゃなければ私のでもよくて、今3種類多分あるんですけど、そのうちの暗くない2種類どっちも使ったことがあって、どっちも良かったです。でね、ちょっとね、こっちは本当はこれをつける感じなんだけど、間違えて2本買っちゃってどっちもつけてるって感じなんですけど、すごい描きやすいです。落ちにくいし、私的にはこれはもうずっと前髪伸ばしてからずっと使ってます。これと、あとは普通にこれも、これはどこだ、インテグレートかな、インテグレートのめっちゃもう汚いんだけど、このカラー見て、てててて、これ使ってる、もうここがないけど BR731 を使っています。BR731 です。これを主に使ってて、私結構付属のチップを使わないんですよ。で最後にこれケイトですね、ケイトの BR1 番ナチュラルブラウンを使っています。マスカラ、そうでね、セリアの筆系が私すごい好きで、眉毛と眉毛のやつはなんだけど、これとこれはセリアなので、ちょっと毛先が腐れちゃったけど、すごく描きやすいんです。これ100均です。100均のセリアというところで買ったので、よかったらチェックしてください。本当におすすめします。すごく描きやすいです。白です、白を扱ってください。100均です。100円です。もう108円、正確に言うと。ぜひぜひチェックの方どうぞどうぞどうぞ。これすごくいい。100均のふわっとってやつもいいんだけど、セリアはいいです。すごく描きやすい。そういうのアイホールのやつもセリアで使ってる。すごくいいんです。セリアどうぞどうぞ、参考になったらいいかなって感じです。メイクの話が、そうだね、やっぱ女性のファンの方にそういうのを聞かれるのすごく嬉しい。自分も女なんだなって思う。私ほんとずっと野球してたし、男の子の中にいたから化粧とか全然無関係だったし、興味はなかったけどね、こうやってアイドルになってやらせていただく機会が増えて、こうやって気になるっ
って教えてって言ってくれる方がすごくいるって本当に女だなと思って嬉しいんです。ありがとうございます。質問してくださる皆さんありがとう。はあ、うまっ。そうそう、前髪ちゃん邪魔なんだよ。さて土曜、セガちゃん、エナちゃんに会いたくて初めての人生の握手会参加します。嬉しい。イスイさん、イスイさんありがとう。イスイさんっていうのかな、ありがとう、お待ちしています。すごく嬉しい。じゃった、楽しみ。ちなみに次の NGT48 の握手会もグマツグミちゃんとおそろコーデなので、よかったら楽しみに、ぜひぜひ待っててください。成長率ナンバーワン、本当に初期の顔見た、みんなちょっと検索してってレベル、ちょっと本当に、まあでも初期って言ってもやっぱ中学3年生だし、野球やってたし、まだ子供の顔だしっていうね、まあそんなもんじゃねってレベルなんだよね。そう、でもまあ変わったって言われば変わったのかもしれない。で、前髪伸ばしてからだからね、主に変化が出たなって感じたのは、てか早く髪の毛伸めてほしい。初期の画像が出てこない、どこに行ったの、初期の画像。もう本当の初期って、まあ、これ見づらいな、やべえな、やばみちゃん、初期の写真出てこんな、まあ、詳しくは検索してみてください。長谷川玲奈初期みたいな感じで検索すれば出てくるんじゃないかな、わかんないけど。そう、ぽんちゃん本当に大人っぽくなってねって、ゆみこさんありがとうございます。今の長さ似合ってると、似合ってるよかなりって、嬉しい。でも髪の毛切ってそう言ってくださる方がいたのがすごく嬉しかった。そうだけど、まあ、一回切ったからまた伸ばしてもいいかなっていう感じになったので伸ばします。そして北合戦見ると子供だしね、そう、初めてのバラエティで私はケンタウルスになりました。以上。そう、びっくりよね、絶賛伸ばし中だね髪の毛。そうなんです、絶賛伸ばし中なんです。野球の話できたら嬉しいです。え、しましょうしましょうしましょう、明日でベスト8決まるしね。よっ。そう、握手会あまり行けない、ファンでも大丈夫って、そんな気にしない、だって絶対握手会に来れない方の方が多いもん。すごく嬉しい、応援してるって思ってくださるだけですごく私は嬉しいです。そう、でも握手会に来てくださったら本当もっと嬉しいです。会いに来てくださるって本当に嬉しいですもん。私たちから会いに行けないのが残念。うまっ、何回言うんだろうこれ、本当に美味しい。ジャニー、レナーって、ジャニー、こんにちは、レナ、イムリだ。レナだよ。8月19日サマステ行くよって盛り上がっていきましょう。美味しくな、美味しくて何より。そうね、よ、髪の毛長いのも短いのもどっちも好きって、ありがとう、もうそう言ってくださってすごく嬉しい。私もエクステレナボンしたことはないんです。だからもうしたいレベルですね、エクステ。そうそう、23日握手会行きます、韓国日本、嬉しい。キムロボットさん嬉しい、カモさんにな、チョアヘヨん。チョアヘヨは違うか。やったやった、韓国語喋ること本当に可愛い、嬉しい。勉強してるんだよ、ヘナ韓国語、まだ全然成長してないけど、あ、よっから、えい、韓国語ノート、切符だ、切符だ、嬉しい、切符だか。切符だ、切符だ、切符だ、切符、切符だ、シュイプタ、シュイプタ、国民プロデューサーに任、シュイプタ、合ってんのかな。あと、もうハングルモルダー。合ってるかわからない、モルダモルダー。
そう、難しい。私も韓国行ってみたいって。行ってみてください、ぜひ。お肉はめちゃめちゃ甘いです。タンバルモリ素敵だった、ありがとう。タンバルモリハゴクレマンナローラー、イエイ。そう、レナ韓国語発音めっちゃ上手ってね。本当に韓国の先生にも、あの韓国のメンバーにも発音がすごい上手って言っていただけたのがすごく嬉しかった。自分では合ってるのかわからないし、日本人が聞いている言葉と韓国の方が話してる言葉が違うっていうのが結構あって、日本にはない発音が韓国にはあるので、すごいそれが難しかったけど、韓国のメンバーに教えてもらって話して、先生の前で歌ったりとかしたらすごく上手って言ってもらえたのが嬉しかった。嬉しい、本当にね。結構難しかった本当に。やっぱ新大久保行ったことないんです。行きたい本当に。チーズドッグ食べてみたい。ないんだよね、レナ。よ、日本で言う方言的な感じ。いや全然なことないよ。韓国ではそれが言葉だから。そう、キムチは食べる、めちゃくちゃ食べました。もう朝昼晩キムチが出て、もう辛いじゃないですか、もちろん。でもなんかもう慣れましたね、食べ過ぎちゃって。韓国料理よ、発音が本当に良かったもんって、ありがとう。神様にだ。そう、ダンス学ぶことどうだったの？ダンスは本当に勉強になりました。やっぱね、 AKB のダンスとは全然違うし、やっぱダンスは上手い子に教えてもらうとダンスは上手くなると思う。しばらく韓国会行かないのって、わかんない、行けたらいいんですけどね。本当にみなぼに会いたいって言うすき、千葉じゃなくて茨城だった。茨城絶対今年行きます。本当に一回、私のお兄ちゃんもパパももう今年茨城行ってて、栃木だ、茨城じゃなかった、栃木。そう、栃木にお兄ちゃんもママパパももう行ったの、私を置いて。ひどいよね本当に。でも行きたいのにさ。足のむくみ、寝るときに足を上げるといいですよ。なんかクッションとか足の方に置いて高くして寝るとか。そう、動画のやつ、動画だから韓国のコスメもいいみたいだね。本当にいいです、韓国コスメ大好きです。いいや、いや、日本の練習の壁発音一番だったと思う。嬉しい嬉しい、ありがとう、神様にだ。発音入られると嬉しい。カレー、エチュードハウスのリップをヨンスがプレゼントしてくれた。韓国の練習生のヨンス、レナプレゼント、神様にだ。使ってる、これ毎日使ってる。そう、めっちゃ赤いんだけど、起きない日、かわいい日、コーラの味がする。もう発色がいいんです本当に。めちゃくちゃ発色がよくて、私は好きですね。まあ、そう、真っ赤っか、赤いんです。お返ししないとしました。ヨンスは私と一緒にクレヨンしんちゃんラブなので、しんちゃんラブだからしんちゃんのプレゼントをした。そう、キムチ味、さすがにね、さすがにそれは違うよ。そう、ヨンスは何の人なのよって、ヨンスは何の人なのよって、わからないわからない。
しいの。さっき練習した言葉全部出てくる。暑いと思ったら27度誰が設定したの。暑、恐ろしい。サブちゃんはここにいるよ、横にずっと座って。もうほら、サブちゃん朝が来れば Tomorrow いいことがある Tomorrow 明日、明日はなんだ、あ、公園だ、明日は公園だ。ヨンスのお父さん有名なシェフなんだ、すごい。ヨンスはモデルだよ、ファッションモデル。もう足長い、びっくりするほど長いんだよヨンス。よっ、フィレンスベント当たったよ、テルシー待ってるね。そう、みなぽん今日はジーナちゃんに似てるねって、本当にもうそれ多いです、すごく嬉しいです、ありがとうございます。本当にね、たくさんもう皆さんに似てるって、本当に恐れ多い方ばかりにね、たくさんありがとうございます。本当に全然本当にそんなことないんだけどね、一瞬でも見えたら嬉しい、もう見えた方が嬉しいよ。僕も武道館当たったよって嬉しい、やっさ待ってます。おいこからなぽに会いたがってるって、エルナも会いたい、おいこちゃん、よ、毎日テレビで見てます。ヨンスのパパ、え、そんなに有名なの、すごい、そんなになんだ。この名前ス This is ス Japanese、日本なのかな、酢って、酢ってどこの飲み物なのかな。酢は酢、酢難しい、わからない、酢だよね、酢そう、酢です、お酢、ジャパニーズお酢、お酢、お酢ドリンク、難しい、難しいな。リンゴじゃなくてキウイとみかんの酢、手作りです。まず酢は飲み物じゃねえ、え、飲んでるから飲み物だよ、飲んでない、飲んでるのに飲み物じゃないったら一体何が飲み物なんだよ、結局ペンパーラだという流れっちゅうね。はーい一人遊びでした。パンちゃん、あつーってけんちゃん、お疲れ様です。クロスも好き、みかんとキウイって合うよ、昔から合うって決まってるよ。科学の実験で間違えて酢飲んじゃったことがある。えな、科学の実験大好き、てか実験が大好き、 I love 実験。調味料のお酢とは違うもん、そうだよ、わかる、男性の皆さん、まあ、全ての男性の皆さんには言いませんけども、女性の皆さんはさすがにわかると思うんですけど、料理に使ってる酢と飲み物の酢は全くもっと違うんですよ、わかりますか。違うんです、ここら辺の境界線分けてください。今日野球の合宿終わったらって、お疲れ、日焼けしたか、かっこいいか、日焼け、かっこいい、日焼けしてるか、もうグローブ焼けしてるか、シャキーン野球部焼けしたかな、握手会で見ましょう。そうそうね、だよね、ペッてしなきゃ。お酢はメガメネガよね、オンホンチョって飲み物がカッコにあるみたい。ホンチョ、ホンチョ、分からんな。男性だって知ってるよ、だから全てにおいての男性の皆さんって言ってないじゃないですか。知ってる男性の方のほとんどだと思いますよ、もちろん。もうね、知らない方の方が、知らない、知らない方の方が少ないと思います。大人の顔立ちになってますね、ますます綺麗になってやって、ありがとう。巨峰、それのさ、中学校の時に美術があるじゃないですか、で、なんか何描くってなったんですよ、なんか自由に描いていいよって言って、で、そのなんか群馬で飲んだ巨峰の飲み物が美味しかったから巨峰を書きたいって先生に言いたかったのに、まあ、それは巨峰っていう漢字は出てるんだけど読み方が全然出てこなくて、先生、男性ですよ、男性の先生に向かって巨乳書きたいですとか言っちゃって、しかも中学生だからさ、なんかまあ男の子もいるし女の子もいるし、なんかまあいろいろそういう
時期じゃないですか。だからすごい私マジで恥ずかしくて、すごい恥ずかしかった。何自分言っちゃってんだろうと思って。そう、私本当に日本語難しくて苦手でね。やばいよね。今ではいい思い出だけどさ、もう当時はもう恥恥、もう美術なんて集中してないから、もう保健室レッツラゴーレベルだと思う。本当に本当にびっくりしちゃった。やだ、もう本当にごめんみんなと思っちゃって、もう私本当に無理だったの。そういうキャラだった。違う、そういうキャラじゃないの、わかる。日本語が言いたいんだけど日本語が言えないタイプの人間。まあ今もそうなんだけど、そのさ、理科の先生とか質問してくるじゃん。でなんかファイナルアンサーっていう質問をしてきたの。ファイナルアンサーがその当時言えなくて、どうしてもファイナルアナウンサーってずっと言っちゃってて、それも私気づかなくて、なんか周りの友達もいてくんなわけ。だからなんかその最後の理科の授業の時にもう一回それ言われて、ファイナルアナウンサーって言ったらみんなが笑い出して、そこで初めて間違っていたんだってことを知りました。中学3年の冬かな、あれは春かなって感じでしたね。本当にむずったり似てるよね、ファイナルアナウンサーって難しいよってね。こんな視力高いのにゴリゴリの野球部なのがギャップって。野球部最高、野球部ラブ。もうね、そう、地元の私の元の中学校の野球部のみんなが盆野球に出たんですよ。で私見に行く予定だったんですけど、予定がね合わなくなってしまって見に行けなくて、でもその結果はまだ聞いてないんですけど、そうやってなんか自分たちのね元野球部がまあ高校でバラバラになったけど、盆野球でまたみんなが一緒にやる姿がね、多分もうみんなも高校卒業して新潟出ちゃう子も出てくるから、これが最後のみんなの野球してる姿だからな、見たいなと思ったんだけど見に行けなくて、本当に私はやみました。そう、本当にみんなが好きだし、みんなと野球やったのがすごく私にとっては宝物なので、見たかったけど見れなくて悲しいという出来事でした。その後みんなでバーベキューしたって連絡が来て、そこに悲しみました。でもまあいいです。そう、うん、野球部呼んだって。そう、野球部嬉しい。野球部って方もね、ファンの中にいるの。やった、ありがとう、嬉しい。めっちゃ野球したよ。でも日焼けしなきゃ。それもね、野球部女子もいたの。それが小学校の時はその私ともう一人同級生の女の子が小学校で初めての、だから体内して初めての女子部員だったんですよ。でそこからなんか私の中学校じゃないや、その周りの学校もなんかその情報を知って、私の後輩とかが野球を始めて、最終的に女の子が6人までなったんです、小学校の時で。中学校になってその一緒に入った同級生の女の子と一緒に野球やろうって誘ったけど、まあさすがに中学生ってこともあるし、いろいろ悩んだ結果、その女の子は、まあ、吹奏楽部に入って、私は一人で野球部に入って、まあ、その後後輩来るかなと思ったけど、まあ、後輩も来なくて結局ずっと一人だったっていうね。まあいいんです、名前のね仲間がいい人たちだったから。そうだからいいの、楽しかったし。でナポンセカンドだったっけ。そうなんです、私セカンドです。ナポン好きな甥っ子はサッカーに夢中。男の子はサッカー好きよね。野球も好きかもしれないけど、やっぱサッカーは好きになっちゃうよね。うまっ、うまいな。世界のソフトレナポン見た？見てないんです、本当に。何も最近テレビ見てなくてね。牛乳でフルーツ酢、そう、それそれ。あとヨーグルトも美味しいって聞くしね。野球部はサッカーするの好きだよね。野球は何でも好きだと思う。スポーツが好きだと思う。バスケもやっちゃうだろうし、なんでもやっちゃうんじゃない。もう私のたちの野球部は田舎ってこともあったし、部員数がね他の部も少なくて、そう、なんかその女子バレー部があったんですよ。でその冬練とか体育館で練習して半分半分使うから、その野球部の練習が終わった後にその人数が少ないからなんか試合しようみたいな、で途中参加で野球部対バレー部みたいな試合もしたことがあった。野球部ドッジボールめっちゃガチで、それそれ。やっぱ球技はね、投げるタイプはもう野球部はもう早っみたいな、すごい、もう何が突き刺さってくれるの、くれるのじゃないや。そう、本当にね、もう分かるその気持ち。でも私は女の子だし、そういう気持ちも分かるから、私はまあ、男の子には全力で投げたけど、女の子には絶対投げなかったりな。
中学校も小学校もどっちも女の子の味方だよ私は。そう、やっぱ怖いよそりゃ、女の子は無理だよね。わかります、ハイキュー大好き、ハイキューラブです。ポンちゃん DM 見てくれた、しんちゃんの、あ、見たー、お店がの何絵みたいなのすごい送ってきてくれてありがとう、りさちゃんありがとう、嬉しかった、いつも最後の一人に残っていたい、お、すごいじゃん、すごすご、新潟料理おすすめしてください、韓国で旅行に、嬉しい、新潟はタレカツっていう、どんぶりなのかな、タレカツっていう食べ物と刺身、やっぱ刺身かな、やっぱでもお米は絶対食べて、お米、あと笹団子、笹団子、あとね、何あるかな、ポッポ焼き、でもポッポ焼きはねもうね、お祭りとかしか出ないかな、ポッポ焼き、あと何、なんだろう、新潟おすすめの料理、なもんかな、あ、栃木の油揚げ、栃木の油揚げ、枝豆、あ、ラーメン、米粉パン、おー、みんな助けてくれる、あ、バンダイのカレー、そう、あ、栃木じゃなかった、とちおだった、とちおの油揚げだった、間違えた間違えちゃった、そう、無理、難しい、なもんかな、あ、イタリアン、それ三日月イタリアンっていう食べ物、三日月イタリアン、そう、マサヤのバタークリームパン、それルレクチェな、そう、埼玉の川口にある新潟のスーパーある、何新潟のスーパーって、新潟にしかないのってハラシンとか大楽はどこでもあるのかな、分からんね、新潟にあるものが全国区だと思っているので、なんだよね、お腹空いてきたからもうこの話やめよう、お腹空いてきた、ペゴパー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 、お腹空いた、ハードグミ食べる、コーラ味うまっ、グミ食べると喋れなくなっちゃう、頑張って食べる、今日は何時まで、気分でやめます、ご飯まだです、そうね、お昼ご飯しか今日食べてない、まだ、みんなは食事差しありがとうございました、ありがとう、あなたの韓国ファンってもかまさまにな、はい、グミ食べ終わった、ありがとうございました、うまっ、はい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 、夜は早めに食べないと、そうなんだけど、食べたらショールームも私はできなくなっちゃうし、メールも多分送らないし、SNS をしないから、 SNS とか全部終わってからご飯食べてる、私は結構いつも、そう、ご飯食べてる時間がもったいない、なんかさ、こういうショールーム私年齢的に10時までしかできないし、その10時前にせっかくねご飯も食べる時間があるのにできなくなったらすごく嫌だから、多分学生メンバーってそんな感じだと思います、多分大人になったら24時まで配信ができるから先に食べてもいいのかもしれないけど、学生メンバーはやれる時間が決まっているので、やっぱその時間にねやっておかなきゃ後悔しちゃうので、そう22時まで、そう17歳まだ22時までなんです、悲しい、そうしかも早生まれだからね、まだまだだよ、24時までできるのも、つまみちゃん
もぐ配信は個人的にあまり好きじゃないっていう。食べながら配信するのは私が話しづらいし、なんか気まずい。嫌です。こんにちは、ことやんさん、こんにちは。こんにちは。来年はガンガンよろしくって。来年はもうできる。そっか、ここ卒業してるじゃん、きっと。暑くて夜眠れないことある。いや、寝坊ついてるから大丈夫。ファンレター届いてどのくらいで読めるようになる。わからない、どのぐらいなんだろうね。でも皆さんからいただいたファンレターで、私ちゃんせつにねちゃんせつにねってこれ撮ってあるの、本当に。いや、これ全部撮ってあるんだよ。すごいね、全部一枚も捨ててないよ。一番最初からもらった日からずっとその状態から残ってるってな。ね、もうね、箱がパンパンになったからね、第2段目いってるんだけどね。よいしょ。あの、花束とかいただくので、その機会についているメッセージのカードも全部、いや、私は取っておいてます。これ、私、ナイキのね、靴箱に入れてるの。こういうところとかなんだろうなと思うんだよね。可愛いのとかに全然入ってないから。そう、これがもう初期からもらってた。ファンレターの一部。皆さんからもいただいた手紙。最初はもう人別で分けていたんですよ。で、一部まだ人別で分けてる方とかもいて、初期から送ってくれてて、そう、これが一部ですね。いつもありがとうございます。本当にもうね、悲しくなった時はもうこれ見て泣いてすっきりして次の日から頑張ってます。やっぱ手紙は一生残るし、手紙でね、なんだろう、読むのと、やっぱ今時は SNS でどうしてもやってしまうので、やっぱ手紙と SNS はね、感情の伝わり方が違うので、そんな感じかな。よいしょ。ていつでも読めるように、手紙は実家じゃなくて一人暮らしの方に置いといています。よっ。プリクラとか送っていいのって。全然、どうぞどうぞ。見る見る。お母さんがレナポンを押しても嬉しい。アスカさん、ありがとうございます。お母様にありがとうございますとお伝えください。嬉しいな。いや、ポンってニックンさん、なんじゃポンちゃん。ジャイアンツ始球式、ジャイアンツ戦始球式もありがとう。ありがとうございます。ガンちゃん、ガンちゃんさん、ありがとう。頑張るぞ。今度手紙送る。キングだって。嬉しい。あ、キング、キング嬉しい。キングだ。握手会に来てくれてるキングかな。ありがとう、キング。私が勝手につけた。友達がポンちゃんめっちゃ好きって言ってた。嬉しい。なんでだろう、なんでだろう。ありがとうってお友達に言ってください。お友達ありがとう。私がね、今ね、世の女性の皆さんにおすすめしたいものを今から言うから、女性の皆さん絶対なくならないで。もうね、学生には特におすすめ。あと、職業柄に難しいって方もおすすめしたいものがあるの。私はこれは私のママが使ってていいなと思ったのと、あとネット上で大騒ぎなと思うのっていうのと、すごくテレビでよくやっていて欲しいなと思ってママが買ってきてくれたやつで使い始めたらすごく良かったってものなので、まあ男性の方もね、多分使える。全然。じゃあ出しますよ。それは、ドゥ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 、下手くそだ。ダダン、こちらです。これはですね、爪研ぎなんです。ケースに入ってるんですけど、爪研ぎで、今はね、デザインが入っていて、ディズニーのデザインが今なってるんですけど、これ爪研ぎなんですよ。爪研ぎ。そう、これは、私の記憶上なんですけど、ダイヤモンドが入っているんです。この部分ダイヤモンドが入ってるとか、なんていうんですか、そういうやつ。そう、持ってる、持ってる方いるよね。やっぱこれいいんです。本当に今1000円ぐらいで買うことができます。もうお手軽価格になったんですよね、本当に。そう、これね、まあ、爪磨き、私今ネイルしてないんです。実はネイルしてなくて、この輝き、わかります？ちょっと難しいよね、磨く前がさ、ないからさ。今爪、私磨いてなくて、磨いてないじゃんねえよ。
ねえよ。今塗ってなくてですね、爪を。でその学生の皆さんってやっぱりねネイル気じゃないですか、学校とかで。でやっぱりおしゃれしたいし、爪もねこうやって綺麗に見せたいって方も絶対中にはいると思うので、そういった学生の皆さんはぜひこれでもうさささささささっと磨くだけでピッカピカになります。ネイルしたんじゃないかレベルなので、ぜひこれもドンキホーテで売ってます。今もうドンキで売ってますので、ぜひ世のね JK やら CK ってやつ、 CK 何、中学生って何、中学生は何て言うのか分かんないわ、おばさん、はいごめんなさい、はい。そう、あとそのね、私のファンの中にも、ファンの方の中にもいるんですけど、やっぱり職員を使っているのでネイルができないっていう職業柄の女性の方がいると思うんです。まあ、男性の方もいると思うんですけど、まあそういった方にもぜひいいんじゃないかなと思います。そう、爪がねボロボロでやだよって、でもネイルもできないしなって方、ぜひぜひぜひ JC っていうのね、女子小学生、間違えた、中学生、ぜひぜひこちらを買ってみてください。で私の本当に今一番おすすめしたかったやつ、もう買って損しないと思います。これはもう暇さえあれば私磨いてますもん。そうやっぱね、ジェルもしちゃうと傷んじゃうし、まあした後にこれやっても多分綺麗になるからいいんだけど、いろいろ爪とかねできないって方の方が多いと思うので、そういった方はぜひぜひチェックしてみてください。そうなのよ、普通の爪のヤスリとは違う、全然違います。普通の爪のヤスリでももちろんまあ綺麗になると思うんですけど、これは本当に違うんだよね、成分が違うんです。本当に爪のヤスリに使われている成分が違くて、しかもこれ水洗いできるので洗った後全然綺麗にできるし、何度でも使えるのですごくおすすめです。リリーベ当たったらちゃんとルナポ見に行くね、嬉しい、ありがとう、めっちゃいい人だね、アスカさんすごくいい人、ありがとうございます、お待ちしています。ぜひ握手会遊びに来てください。そう、楽天で買う、あ楽天で買えるじゃん、いいねいいね、そうそうそう、切ったところで磨くつもりで買ったらすごいキラキラって驚いたって、あーなるほどね、五郎さんめっちゃセンス持ってるね、今日の髪型可愛いって本当にもうすごい、もう自分で適当にくる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 パッペーって感じだったけど、すぐね落ちちゃったけど、もう邪魔なんです前髪が、もう邪魔で前髪切るつもりも何もないです。プレゼント届きましたかってまだな気がするので言わないでください、また来たよってありがとう、いや可愛いしやろって、うん、皆さん優しい、本当に仏からもらったねって感じですね、ありがとうございます。ピッカピカには普通のヤスリはならないよねって、本当にこんな持たないと思う、こんなピッカピカ状態ね、そう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 、10月7日の握手会行くよ、久しぶりに会える、楽しみ、嬉しい、やったはるかちゃんに会える、ありがとう、待ってます、10月ね覚えておきます。ポンちゃん今日涼しいし、涼しいね、ポンちゃん今日涼しいね、どういうことかよくわからないけど涼しいね、ポンちゃんこんばんは、初見です、はい嘘つき発見、はい武道館の日リーグ戦と被りましただって、いやそちらもう優先してください、ちゃんとやってください、頑張ってもう応援してる、もうガツガツファイティーンって感じですね、充電切れそう、じゃあまたって、ごちそうさん、バイバイ、熱を見たいですね、ありがとうございます、はい、しゃべりすぎちゃった、パー初見かも、もう本当になんで嘘つくか私にはよくわかりません、よっ、韓国の方がたくさんコメントしてくれてる、すごく嬉しい、母さんもリーダーしかいないのが本当につなみちゃんの状態で、もうありがとうございます、本当にね、もう大好き、ハングルサライオ愛してます、愛してる、エナポンの件今から当たる、嬉しい、トスさんお待ちしています、ありがとうございます、ぜひ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 お待ちしていますので、ぜひ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 遊びに来てください、やった会える会える、そう次の高校野球配信の予定がねまだところないんですよね、早くしたいんですけどなかなか難しくて、韓国コスメでおすすめなのある、うーん、でもやっぱコンシーラーが一番なんだもんな、どうしても私の中は、あなんだっけ、ザ・セムだっけってやつ、これコンシーラーみんな知ってるから、どうしてもね何がおすすめしたのか分かんないけど、これが一番私は好きなのでこれをおすすめします。
もうコンシーラーなんてみんないらないよね。もう私本当にもう化粧してから肌がブル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 って感じ、もう本当に隠しきれないほど隠しきれてないんですよね。そうでも隠しきらなきゃいけないものなので頑張っています。全然隠れてないんですよね。もうこっちしか持てない。そう新大久保ってよく行く、行ったことがありません。そうないので行ってみます。よっ、吉田あかりも使ってるザ・セブン。もうね、NCT メンバーもほぼ全員ザ・セブンです。もうほぼ全員ですね。あと資生堂のやつですかね、やっぱみんなも。最近のスキンケア用品教えて。了解。最近のスキンケア用品、変わってないけど教えちゃうよ。本当に何も変わってないよ、私。まあ、増えたな、レベルだけど。もうね、使ってるものが多すぎてね。待って、今キャリーバッグからね、見つけ出しているの。キャリーバッグ、あ、ゆぶみちゃん、はい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 、最近めっちゃ元通り、あ、今間違えた、はい、こらせ、はいはいはい、はぁ、おいっとこしょ、おいっとこしょ、はい、最近私が使ってる化粧用品、うん、スキンケア用品、まず洗顔は、あ、ね、クレンジングをおすすめしたいんです、女性の皆さん。あ、でも嫌いな人の方が多分多いけど、これママたちが買ってきてくれたやつなんだけどね、うん、ソフティモラチュスカスルリンジェルクレンジングってやつ。これびっくりしちゃった。なんかすごいね、柔らかいんです。ジェルでもないし、まあ、ジェルなんだけど、言うてもジルなんだけど、なんかジルっぽくもなくてミルクっぽくてボディクリームレベルで、これすごいクレンジングなんですけども、ツルンって落ちます。ただマスカラによって多分マスカラだけが目の下に残ったりっていうのは多分ある人もいると思います。でも私は合います。このクレンジング、女性の皆さんにおすすめします。ぜひどうぞ。でも長いしおろしてもまだベトベト感があるので、それからまた洗顔をしなきゃいけないですね。で、私のその洗顔がボタニッシュエールフェイスウォッシュってやつですね。これを私は使っているんですけど、これはロフトのブランドです。ロフトのブランドの洗顔でして、なんだろうね、わかんないけど私は好きよよくわかんないけど、そう、これぜひ。これはね、まあ1000いくらはするかな、2000いくかな、わからないけどそこら辺です。ちょっと、まあ、洗顔にしたら高いのかなみたいな、よくわかんないけど、洗顔の平均がどのぐらいかわからないけど、そう、でも今私に合う洗顔を探し中なので、ちょっと私にはちょっと違ったかなって感じはする。でもこれと同じ種類のこれボタニッシュエールのオイルエッセンスミストってやつはすごくいい。もう使い切っちゃってて、本当は今オイルと何か美容液っていうのが2種類に分かれてる状態なんですけども、使い切っちゃっていて、もうこのぐらいまでいったんですけど、これはすごくいいです。特に乾燥肌の方にはおすすめします。これ同じ種類ですけど、まあ、ここのブランド私は結構好きでした。私的にはこれ一応化粧水に値する分際分際って言い方おかしいけどな感じ。そうで、私が今使っている、私今本当に今肌荒れがひどくて、ママが買ってきてくれたのがこれよ、オードムーゲ A ってやつ、薬用ローション拭き取り化粧水ってものなんですけど、これで角質とか肌荒れ、荒れ性、汗も、キビ、ニキビを防ぐ、日焼け、雪焼け後のほってりを防ぐ、肌を引き締める、肌を洗浄する、肌を整える、皮膚を健やかに保つ、皮膚に潤いを与える効果があるようです。結構いろんな要素が入っていて、これをコットンに取ってから拭き取って化粧水とかやると化粧水も馴染みやすくなるし、お肌も荒れにくくなるっていうのをママが聞いて買ってきてくれました。まだ使い始めなので効果とかはよくわからないんですけど、まあいいんじゃないかなって思います。そうで使ってる化粧水がこれです。
これは、まあ、結構、化粧をしてる方におすすめする化粧水かな。そう、これはなんか大人の肌になるみたいなパッケージみたいな感じだったのかな確か。でもこれすごい保湿効果があるし、ジェルっぽいんです。これもジェルっぽくてすごくいいです。これも乾燥肌、私すごい乾燥肌なので乾燥肌なのでこちらをおすすめします。そして私まだね、ほんと肌荒れに今悩んでる時期なので、こちらの綿色漢字が読めない、綿色スキンコンディショニングゲル薬用ホワイトニングっていう、これはそのニキビだったり肌荒れを防ぐ、なりにくくなる効果のあるクリームです。そう、これもジェルっぽいんです。もうトロトロトロって感じでジェルっぽいんですけど、これも結構私は好き。まあ香りも別にそんな悪くはないと思います。で、学生の皆さんにおすすめしたい方は、いや、これは今でも使ってるけど、もう使い切ってもほとんどないんです、ないんですけど、この2種類、こっちが BTN スキンローションボタニカルだのスキンローションですね。これは24種類の植物油&12種類の植物エキス配分、おすすめ体大容量 500ml、自然の恵みがお肌に速やかに浸透。でも本当にこれいいですね、すごくいいです。これ何がいいっていうのもよくわからないけどいいすごくこれおすすめ。ここまで使ったの初めて。すごい、本当にたくさんの量入っててそんな高くない値段なので、すごくこれいいと思います。そう、でもう一つこれですね。これはコーセーのネイチャー&コーボタニカルローション。これもボタニカルなんだ全部ボタニカルじゃん。そう、これもうここまでしか残ってない。すごい、私これ香りが好きで、うん、好きで、まあ、これも何がいいのかもよくわからないけど、まあ、こっちの方が乾燥肌の人にはおすすめなのかな。化粧水&美容液&乳液だ、3種類だって。すごくいいじゃん。そう、これとこれを使ってました。でも今も使ってます。これはお肌の調子がいいなと思ったらこっちに切り替えてます、私は。そう、すごくいいので、ぜひ学生の皆さんはこちらをぜひぜひ。もう安いです。これとか多分700円だった気がする。700円と500円とかだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、安いです。本当にぜひどうぞ。もうすごい、こんな時間になってきちゃったって感じですね。今使ってるのはこんな感じかな。参考になったかな、わからないけど。さっぱり系なのが好きなので気になります。こっちの方がさっぱりです。学生におすすめした方がさっぱりで、こっちが本当にもうちょっとまあねっとりかなって感じで。これは結構さ、寝る前にネトネトしてるやつが嫌いっていう人はおすすめしません。これはちょっとベトベトしちゃう。そう、でも朝にするんだったらすごいあっちがおすすめ。てか朝はあっちにしてます、私は。どっちかというと夜と朝にちょっと分けてるかなって感じかな、私の場合だけど。そう、モエカの長所を教えてください。できないできないって言ってよくできるところが長所だと思います。ボタニカルシャンプーは使ったことないかな、多分、分かんないけど覚えてないんだよね私。あんまシャンプーにはそんなこだわってないんですよね。みなぽん、チームメイトのひーちゃんのインスタに出てたよ、仲良しなのって。私のインスタグラムにもよくひーちゃん出てるからひーちゃんラブです、仲良しです。学校に行くときはすっぴん、まあそうですね、嘘です、すっぴんじゃないって言ったら先生に怒られるから一応すっぴんって言っとく。でもバレるよね、そんなんで。わかるよね、見たら絶対あの子化粧してるって思うじゃん。してるって言ったらわからない、なんとも言えないから。しっ、今もうしてるって言ってるもんだけどね。はい、しー、明後日の長い握手会来ようとお待ちしています。ポンちゃん、ジャイアンツさん、ありがとうございます。アキーさん頑張ります、全力で。よ、はぁ、うまっ。韓国でレナちゃんのピッチングまた見たいと思って。
嬉しい。映像でしかね韓国では披露することができなかったから。そうそう、ここね、こうちゃんどこ優勝すると思うって。でもね予想はしないんだ私は。だって何が起こるか分かんないし。ふう、晴れますようにって。何が晴れますように。始球式についてついてにフルスリング投げて、フルイーニング、いや無理だから。みなぶんのレジャーニウム作ってよ。ポテトとしんちゃんの、待って待って待って、ポテト食べたくなってきた。お腹空いてきたじゃん。福島県桃美味しいから食べてね。桃今年すごく甘くないですか。今年の桃本当に甘い、びっくりしちゃったね。え、甘々通訳嬉しい。レナしか読めないんだよね私本当に。レナって言ってくれてるのは分かるんだけど、その後が読めないのが涙。最近桃のゼリーにハマってる。そうなの、俺らゼリーあんま好きじゃないんだよね。トマトも甘い、わかる、トマトは大好き。お腹空いてきた、ラーメン食べたい。でも今ラーメン食べに行ったら後悔する。でも雨やってるかな、絶対外出たくない。よっしゃ我慢しよう。父親の実家梨作ってるって。梨いいね、梨はさっぱり。お兄ちゃんが大好き。お兄ちゃんもう私の兄ね、なんかいいやつすぎてびっくり、もう引いてる、引きれで何か新しい情報ある。新しい情報でもお知らせしたんですけど、その今年の2018年1月27日に全国ロードショーされた映画ミッドナイトバスがの DVD& ブルーレイが発売決定というお知らせ。11月2日発売なので、映画館でね見れなかったよって方はぜひそちらで見てくださったら嬉しいなと思いますし、ご感想だったり映画を見た人にしかわからない私との会話ができると思うので、ぜひぜひ楽しみにしてくださったら嬉しいなと思います。ぜひ情報だってチェックの方よろしくお願いします。はい、そしてですね、今月の8月21日に、横浜 DeNA ベイスターズ対、読売ジャイアンツの横浜スタジアム戦で始球式をやらせていただくことが決定しました。本当に全力で頑張りたいと思いますし、横浜っ子のね草久保愛菜ちゃんと一緒に今回は DeNA さんの方として応援させていただくので、全力で今回は DeNA さんを応援していきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。イエイイエイ。新しい情報の一つかなこれって、わからないけどありがとうございます。あと5日しかない、嘘、そんな今うざかったねこれそう、頑張ります。本当にファイティンファイティン。筒が見れた、そっか筒が選手が見れる。わあ、でも DeNA と巨人はよく新潟に来てくれていて、私はよく見に行ってました DeNA 対巨人。だからすごく新潟のエコスタ以外でその2つのねチームの試合が見れることをすごく楽しみにしています。マジカルワンダーガールズじっくり見て、本当にマジカルワンダーガールズ見て。もうニャン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 言ってるから私、映画のミッドナイトバスでもうニャン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 って感じだから、もう見てください。スターマンかわいいで、スターマンエコスタ見に行った、行ったった、行ったった行ってたかな、行ってたよね、行ってたねって。今度武道館の時しんちゃんのお店限定のグッズあげるね。すごい嬉しい、何それ、やったーやった。明日行くからニャンニャンって言っていいニャン。明日？あ、え、明日来るの？やったー！応援してー！やったやったー！いいよ、全然もうニャン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 言っちゃうよ、ニャン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 。ポンちゃん来たよって、ゲタジョさんありがとう、レナーって。あにわせよ。嬉しい。佐藤ここ中堂のしんちゃんのぬいぐるみだよ。この稼働は絶対生きてるうちに行きたい一つのところ、行きたいとこの一つか逆か。武道館の次の抽選受付、8月22日の14時からです。
最終8月29日も本当にキャラメルフラペチーノさんありがとう、優しい、いい人、本当にいい人だったな、ありがとうございます。そう、そしてですね、プロフの写真より動画ずっと綺麗です。 JJ&B さんありがとうございます、すごく嬉しいです。ですね、何を言ったじゃないか忘れちゃった、なんだっけな、忘れちゃったからいっか、思い出したらいいよ。初期から見てるけど初めて握手会、そうなんですか、嬉しい、トシさん行くって言ってくれたもんね、さっき、ありがとう。初期からか、じゃあいろいろ思い出語り上げれるね。日本語難しい。4枚目握手会予定、早く出て、確かに出してかわいいなんて嬉しい、ちんちゃんちんちゃん、こんばんは、まこさん、こんばんは、たるまやっこ、いばきなきさんありがとう。 NCT の劇場全然当たらない、カビゴンさん、間違えた合ってた、カビゴンさんだ合ってる、そうね、えなかなかね、劇場のね回数も少なくてね、すごく悲しいんだけど、たくさんの方に来てほしい。ポンちゃんの最初のサインが早かったって、そう、今サイン2個目だから出るの。初期の持ってる人は本当に最初からしてくれてたんだなって思って、すごく嬉しいです。最近は構成してないね、いやしてます、してます、バレてないだけでバリバリしてますよ。まあいやそんな夜行性じゃないか、夜行性は多分3時ぐらいから夜行性っていうから、私はギリギリ夜行性じゃない、2時に寝てるもん。ギリ政治、しんちゃんのぬいぐるみのシーンいるって、しんちゃんのぬいぐるみは持ってます、枕クッション持ってます、もらいました、ファンの方から、もうファンの方からしんちゃんたくさんもらってすごく嬉しいの。これもね、しんちゃんもらえたの、これはティッシュケース、もうこれプシ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 ってしんちゃん出る、しんちゃん出ないか、ティッシュが出る。そう、その境界線は何、境界線、何の境界線だ、新潟行けたらいいんだけど、なかなか、そうよね、新潟遠いしね、わかる、絶対わかる、それすごくわかる。そうそう、最初から押せなくて悪かったねってなんでそうなるなんで NGT 劇場だけ女子割ないのかなって、え、そうなの、それは支配人に言っちゃえ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 、久しぶりにポンちゃん見れて嬉しいって、ありがとう。欅坂46新潟に来てるね、あ、そうなんですか、そうなんだ、お会いできたら嬉しいけど、そうです、すみません、18日名古屋握手しても大丈夫ですか、嬉しい、来てくださるんですね、うなぎさん顔をしっかり覚えちゃうぞ、ありがとうございます、お待ちしています。最初は敬語で話してたなって、そりゃ初めての方にさすがにね、いきなりいやおはようみたいな感じでは絶対接しられないので、でもまあそれほどね、村木のゆきさんたくさん遊びに来てくださったなって思うし、これからも来てくれることを私は願ってる、もう本当にいい仲間だなって思うし、来てね、明日高校野球に行ってわかるって、明日でベスト8が決まる、すごく楽しみ、でも明日もレッスンと公演があって多分いらなくて、で今年の高校野球100回目で出場校も多いのに全然見ることできなかったし、まだ終わってないけど見れなくて、しかも新潟の中越高校の試合もレッスンが入っていて見れなくて、ほとんどすごく悲しくて、今年の甲子園私の中では試合終了レベルなんですけど、最後まで楽しみにしています。はい、ネット甲子園見てるって、ネット甲子園ね、もう何取りためをしてるんです、見てなくて、もう今見たら多分私本当に野球が恋しくなっちゃうなと思っちゃって、甲子園が終わってから全部見ようかなって思ってるレベルだけど、もう我慢できなくなると思うからきっと見ます。牛の犬何って、ジェイミーとって言います、私今一人暮らしで寂しいだろうって言って、お兄ちゃんがコストコで買ってきてくれたわけです。ありがとう兄貴よ、兄ありがとう、お前さん手でかい、
かわいい丸だ。あ、月様。帽子、キノコ。キノコの子の子、変キノコ。おいしいキノコはどこ？なんちゃらなん。かわいいでしょ、ジンタくんっていうの覚えて。You, he is named Jamit. Jamit.セルフ立てる意味だジェミットくん覚えてください。そう、お兄ちゃん優しいんです。何かといいやつなんです。びっくりするほど。もうね、お兄ちゃんは今一人暮らしでして新潟にいないんですけど、新潟に帰ってきた時は絶対なんかレナに買ってくれる。今欲しいものないのかって言って何でも買ってくれる。優しすぎて恐ろしい。なんていいやつなんだって感じ。もお兄ちゃんと私の性格逆じゃないかレベルで、お兄ちゃんが女の子っぽい性格で私が男の子っぽい性格なんですよ。でなんか生まれた時も顔つきがもうお兄ちゃんが女の子でレナが男の子って感じで、お兄ちゃんが赤ちゃんの時は女の子名前なんて言うんですかってよく言われてるな、時は男の子なんて名前なんですかってよく間違われてたっていう現実をママから言われた時は正直びっくりしました。そうね、お兄ちゃんは2個上かな。でも二十歳いってる？あれいってる？二十歳今何歳なんだろう。お兄ちゃん二十歳か。二十歳だな。二十歳だ兄ちゃんは。そうそう、あれな、あれもレナとのお兄ちゃんになりたいって。私の兄は絶対本当に大変なので、今の兄じゃないと絶対無理だと思います。もう本当にね、私は超大変な妹だと思いますよ。絶対こんな妹いらないって言われるから。俺より年下だったって。まあそんな年離れてないからね、お兄ちゃんは。同い年って本当？お兄ちゃんと同い年なのね。違うよ、だってレナ早生まれだから本当は18歳ってことじゃん。でお兄ちゃんも誕生日過ぎてるから20歳です。なんか本当に美人だよって。金和峰さん、優しい優しい優しいだけ、もう本当に優しくて、私は素晴らしい方と出会えたんだなと思います。結構マジでこれ思ってるからね私。お、お披露目3周年を迎えてご挨拶と記念イベントに関してっていう LINE が皆さん来ましたよ。今 NGT LINE から読みましょう読みましょう。はい、結構長いかもしれない、漢字読めないかもしれない。いつも NGT48 のご支援ありがとうございます。 NGT48 劇場支配人山村悦郎です。この夏で NGT はおかげさまで おかげさまをもちましてお披露目から3周年を迎えます。これも人に日頃から NGT48 を応援していただける応援していただいているファンの皆様のご支援をいただいている新潟県民の皆さんのおかげです。改めましてお礼申し上げます。お礼申し上げます。ありがとうございます。1期生24名が北原理恵と柏木に連れられ信濃川からやってきたのが3年前の8月21日。えっ、私の始球式の日だ。その記念には1周年では特別記念公演を、2周年では新潟開港150周年記念議場ちょ感じわからない、ニーポートとの取り組みとしてイベントをそれぞれ開催、あ、ちょっとやらに映っちゃったはい、それぞれ開催させていただきました。そして3周年となる今年もお披露目記念日当日に皆様への感謝の気持ちを直接伝えるようなイベントを検討していました。しかしながらありがたいことに個別の案件が増えたことや4枚目シングルの制作なども重なり、どうしても8月21日当日にはスケジュールが調節がつきませんでした。マジか。特に今年はどうしてもあの場所でイベントを行いたいという思いがあり、メンバーだけでなく、はっ、漢字が読めない、はっ、なんたらとのスケジュールの調節もありました。そのなんたらとは、開業から45年間の長きにわたり町のシンボルと
レインボータワーだ。あ、さっき言っちゃった。長町のシンボルとして新潟市を守ってきたレインボータワーです。加藤みなみなど幼い頃にそこから見た景色に特別な感情をいただく新潟出演メンバーも多く、あ、出身メンバーも多く、県外から来たメンバーやスタッフもここで頑張るんだと タワーを見上げて誓ったのも少なくありません。劇場オープン1周年記念イベントの際には NGT48 のロゴを投影、まあ映したんですよ。はい、セレモニーを行わせていただきました。そんな新潟市の印象が解体されることがこの春に発表されました。解体されるんですね、モタワーが。はい、県内では大きく報道され、県外でご活躍されている新潟出身の方々にとっても故郷の大きな話題として受け止められました。報道を受けて NGT48 としてもレインボータワーの最後の飾るお手伝いを何かできないものかと関係各位と相談してまいりました。だって、そしてこの度関係なんちゃらのご理解ご協力を経て、今年はお披露目記念イベントをバンダイシティパークで実際する運びとなりました。開催日は解体作業との調節などもあり、記念日とは少しずれてしまいましたが、9月2日日曜日となりました。嬉しい、やったー、嬉しい。ご存知かと思いますが、本イベントは有原ジャポンからジャポンごめんなさい有原ジャパンから NGT48 研究生お披露目ミニライブ&握手会としてすでに発表されています。嘘、知らなかった。握手会も合わせて行うイベントのため先行して発表となりました。そうなのね、今知ったんだけどな。ドラフト研究生と2期生研究生の21名はそれぞれすでに劇場や握手会会場などでご挨拶の場を設けさせていただきましたが、1期生と同様にどこかで正式なお披露目の機会をいただけて、あ、漢字読めないな、設けてあげたいという思いもあり、今年のお披露目記念イベントは21人に頑張ってもらうことしました。私たち出れないのか、悲しみ。研究生がメインとなりますが、もちろん1期生もやった、イベントに参加します。さて、やったー、よかった。ライブの最後にはみんなでレインボータワーに感謝の気持ちを伝えるようなセレモニーも企画しています。なんだと、時間や参加方法など詳細につきましてもには追ってアリオラジャパンのサイトにてお知らせしてまいります。それでは合宿やレッスンを共にして結束も高まり強まり、そしてうわ難しい、なんとかくたくましくがたくましくなった研究生の姿を9月2日日曜日にレインボータワーと共に見守っていただければ幸いです。4年目に突入する NGT48 引き続きよろしくお願いいたします。イヤムラエチロー、わおー、私も初めて知ったよこれ。NGT48 あるあるなんですよね。ファンの皆さんのタイミングと同じタイミングで私たちメンバーもイベントを知る今その状況でした。いやー、何月でしたっけ、9月2日でしたっけ、9月2日でしたっけ、あれ、今読んだのに忘れちゃった。はい、ぜひぜひ皆さん詳細などはね、追ってアリオラジャパンさんの方のサイトを見てくださったら嬉しいなと思いますし、 NGT48 LINE の方に多分皆さん撮ってくださってると思うので、 NGT48 LINE にね今送られてきたので、まあ、詳しくはもう一回読んでほしいなって思います。はい、よかった、1期生も参加できてすごいびっくりした、焦ったりの参加できないのかと思った。ってことで皆さん、長谷川里奈ファンの皆さんも遊びに来てね、イエイ、ミラポンコールよろしく。もう緑カモンって感じ、緑。はあ、よかった。ちょっとね、下手くそな弓でごめんね。2日は秋開催開幕戦なんやで、かぶっちまった。てか8月21日で私たちは4周年、
4周年、私始球式が4周年なの。わーお、すごい。だってお披露目したあの日に4年後には始球式をやっているんだよ。あのお披露目真っ黒でもう全面ポニーテールでやった時のあの長谷川玲奈が4年後には横浜スタジアムで DeNA 対巨人戦の始球式ですよ。考えられない、すごーい、やばみちゃん。皆さんいつもたくさんの応援本当にありがとうございます。そしてこれからも応援よろしくお願いします。やばい、髪の毛が全力で頑張る、嬉しい。もう4年だ、やばみやばみやばみちゃん。いや本当にね嬉しい、イエーイ。本当に皆さんと4年間でたくさんの方と出会えて、こうやって応援していただけているって、もう4年前の私に安心して活動しなって言ってあげたい。本当に素敵な未来が待ってたよって、待ってるよって待ったよ。そう、すごく嬉しい、やったー。そう、あとね、そのバンナイシティでイベントするときはその県内のね方がすごく来やすいってこともあって、毎回そのバンダイシティでイベントやらせていただけるときにもうたくさんの、もうびっくりするほどたくさんの方に見に来てくださっていて、すごく嬉しいですし、県内の皆さんにもね遊びに来てほしいなって思います。すごく9月2日全力楽しみましょう。やったー、ありがとうございます、嬉しいね。3年前だよって、あ、そっか3年前か、3年前だったね。100キロで投げれる、まあ、練習すれば投げれるんじゃないですかね。パチパチで、いやー、県民には嬉しいと、本当に県民には、私も県民だと、まあ、県民か、私はすごい嬉しいですよね。パパとママも見やすいし、すごく嬉しい。パパとママもね毎回見に来てくれてるんです、実はね。いや、県外からだから行けたら行く、うん、ぜひ、すごいぜひ来てほしいです。カーブ投げる、縦かなら投げれます。本当に嬉しい、ありがとうございました。まあ、これからなんですけど、そう、新潟しか行けないから嬉しい。もうね、ほんとそういう方の方が結構多いとか、まあそりゃさ、皆さんそうですよね。地元に来た方が行きやすいし、新潟に愛されてこそ NG って、ほんと新潟密着型、あ、違うな、地元密着型か、地域密着型か、それだ。またカードになっ て、またカードになって、そうなんです、ベースボールカード、私長谷川玲奈もなんて言うんですか、カードにしていただけたんですよ。ベースボールカード、ぜひ皆さん今集めていますでしょうか。長谷川玲奈がいますよ、ぜひ集めてみてください。もうレアカードがあります、サイン付きもあります。私のカードは結構確率が少ないらしくて難しいと聞いているんですけど、もし当たった方は大切にしてください、捨てないでください、売らないでください、持っていてください、よろしくお願いします。こんな感じかな。そう、ポンちゃんは我々の誇りって、もう嬉しい。私は皆さんが私の誇りというか、私は皆さんが自慢できるものは皆さん。今ニュースで新潟の油前で映った水浸しだったんだね。そうですね、ちょっと雨が降った時に私新潟にいなくてですね、すごいママからも別に LINE 来てなくてびっくりしたんです。今日の朝帰ってスタッフさんに、新潟すごい雨なんだよって聞いた瞬間にびっくりしました。 NGT さんのメンバーは可愛い子や綺麗な子多いよなって、それみんなが聞いたらすごく嬉しがりますよ。優しいですね、うん、ありがとうございます。九州行きたい、でも行ってみたい。新潟じゃないや、日本は行ったことがない、あまり、ん、日本語おかしい、うん、日本一周したい、日本全国一周、難しいけど日本に行きたい。東京にいた口だね、どういうことですか東京にいた口って何ですか。ポンちゃん美人やからねって、優しい。
優しい優しい日本一周、それあ日本一周、まあ、日本一周か、それです。 NPB ガールストーナメントっていう小学女子の女の子だけの大会が最近あったって、ひなぽもチェックして。そんなのあるの、ありがとう教えてくれて。見てみましょう、見てみます、ちょっとランニングしてきます、またまたです、また来ます、ありがとう。でも10時までしか配信ができないっていう若さの限定のルール守っていきます。なんか魅力あるなって、ちんちゃんイエーイ。公演、出張公演ね、出張公演行きたい、すっごい今のごになっちゃった。そう、出張公演チーム G で行きたい。なんでな、せっかくねチーム G が発足できた、発足されたからチーム G で、あほらほら分けられた、さっきのやつ本当はこうなってる、これが混ざってさっきの感じになって使うっていうやつですね。そう、ちんちゃってどういう意味、本当って意味、韓国にもノエピと出張公演来てって、行きたい、行く、ゴー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 、カダカダカダハングカダ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 行く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 って言っちゃったよ、カダカダ。秋葉原に来てほしいなって、秋葉原は行ったことない、行ったことあるか、 AKB 劇場秋葉原だっけ、 NGT 劇場男性が多い、でも女性枠っていうものもあって、女性枠にはもちろん女性がいるし、なことないです、結構 NGT ホテルの劇場女性の方多いと思うんですよね、私結構多くないですか、気のせいかな、全然そんなことないです。名古屋来て、名古屋行く、名古屋行くよ、だってあさって、しあさって行くよ、握手会で名古屋行く。女の子の声援が多いだよね、レナ本当にそう思う、なんかさっき自己紹介してるじゃないですか、でなんか終わった後にレナボーンとか言ってくれるじゃないですか、その時に女性の声もします、すごく他のメンバーもそうですし、本当になことない、女性スタッフは、あスタッフさんはほぼ女性かな、可愛い子いますよみんな可愛いですよ、え男性に好かれる、好かれるのはいいね、どういうことですか、あ同性か、同性に好かれるのはすごく嬉しい、すごく嬉しい、やっぱり男性の皆さんに応援していただけることも本当にアイドルとしてはすごく嬉しいですし、本当にありがたいことですけど、やっぱで同性の方から応援されるのと異性の方から応援されるのはまたちょっと違う感じに感じてすごく嬉しい、やっぱ同性の方からねそういう風に応援していただけたらすごく男性とはまた違う嬉しみが、嬉しみ、嬉しさがあるので本当に嬉しいですね、なんか本当に少しずつなんですけど、その女性のね応援してくださる方が増えていっていて、そのインスタグラムを やり始めたっていうのも結構大きくて、そのねインスタグラムを見て好きになりましたって方が増えたりだとか、そうやってプロデュース48に参加して好きになりましたって方がたくさん増えたのがすごく嬉しかったです。頑張りますねこれからも、姉貴がレナポン可愛いって嬉しい、お姉様にありがとうございますとお伝えください、でもそんなこと本当にないですって、でも最近綺麗だよねって、え本当ですか、最近ね本当にねもう怖い恐ろしい、何が起きてんのっていうレベルですね、同性だけど大好きだってありがとうございます、つぐつぐの長所を教えてください、オグマの長所は、あ、長所だって、オグマの長所は嫌だって言わないことだけど、レナには嫌だって言ってくれるところだ、ポンちゃんだけだよ、ありがとう、青春時計ぶりにポンちゃんに会えるから楽しみ、あ、青春時計1年前、2年前、1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 年前、何年前だ、2年前か、NCT は二言カラオケ配信しないのでしょうか、 ST の子はボックスから配信していますが、 NCT にはそういった場所がないからです、私たち NCT48 もすごく歌いたいのですがそういう場がないということで、
ぜひ岩村支配人の方に言ってくださったら嬉しいなと思います。やっぱメンバーから言うのとね、ファンの皆さんから言っていただけるのはまたちょっと違うのではないかなと思うので、ここからねメンバーとして皆さんぜひぜひ岩村支配人に言っちゃってください。カラオケボックス作ってあげてくださいって言っちゃってください。よろしくお願いします。本当にお願いします。皆さん力貸してください。よろしくお願いします。体調崩してるメンバー多いからナポン気をつけて。あ、そうなの、頑張る頑張る。マックスとキ315号我ナポンの最高。そうなんです、マックスとキ315号は私の誕生日だから、最初私のために作られたと思ったけど、まあそんなことも思わずすごく嬉しかった。私は最高の日に生まれた長谷川玲奈です。3月15日生まれ、覚えて帰ってください。もっと早く知ること、知るべる、調べることができなくてごめんねって。なことない、なことない、何も思ってない、ありがとうございます。確かにびっくりやねって、びっくりやったねって、本当にびっくりなんです。 NGT の曲がどんどん増えてて嬉しい、私もすごく嬉しい。そして私もねそこに参加させていただけることがすごく本当に誇りもあります、誇りに思います。ポンちゃん誕生日が近い、もう3月までかな。で遅れたハマスタ始球式おめでとうって、待機待望のハマスタ降臨、頑張りますね。タンケさん、チキラービオさん、ひよこしかな。みなぽんは NCT48 で誰がダンスが甘いと思う、草壁愛菜ちゃんです。草壁愛菜ちゃんと本間ひなたちゃんが私はすごく上手だなって思います。初見です。ゆなのすけさん、はじめまして。 NGT48 の唯一な旧少女、高校3年生17歳のレナポンこと長谷川レナです。よかったらインスタグラムもやってるので、よかったらチェックの方よろしくお願いします。そして NGT48 4枚目シングルのリリースイベント、日本武道館での何ですかね、受付が始まっているので、よかったら握手会の方、4枚目の方集めに来てくださったら嬉しいなと思います。そして8月21日今月のね、8月21日にハマスタで横浜スタジアム、ハマスタスタ横浜スタジアム、横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦で始球式をやらせていただくので、あの横浜のね、横浜っ子の草久部愛菜ちゃんと一緒に今回は DeNA さんの方の応援を全力でさせていただきます。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。ヘイオースンゴーイって、ありがとうございます。オースゴーイチュンジュよろしく、大好きだよヘイ、ありがとうございます。学野外球場、野外球場もいいね、すごい感じが見なかった。行くよポンちゃんって叫ぶね、嬉しい嬉しい、もう叫んでください、ありがとうございます。早口すぎるよく言われます、すみません。田舎あるあるなんですよね、田舎県民はすごく早口なんです。それを気をつけて普段は話しているんですけれども、ショールームでは普段の私を見せてほしい、見てほしいという気持ちがありまして、いつも通り何も気を使わず話しているため早口になってしまいます。これが普段の長谷川玲奈です。劇場で見ている長谷川玲奈は長谷川玲奈かもしれないけど、本当の長谷川玲奈じゃないってことは覚えておいてください。これが本当の長谷川玲奈です。新潟県胎内市で生まれた田舎国校の長谷川玲奈です。これが普段喋っているスピードなんです。だから都会の皆さんとかと一緒にお話しした時、引っ越してきた子がいたんですよ、私の地元に。まあ新潟県の方だったんですけど、まあその中でも市内出身みたいな、もう都会なんです、市内で生まれたって方は、覗きたよって方がね、一番最初に言われたことが、みんな何語喋ってんのって言った時はすごくびっくりしました。はーい、これが私です、よろしくどうぞ。そうなんです、本当の長谷川玲奈最高最高だ。そんなポンちゃんが大好き、お見優しい、岩田県出身、近々新潟県、新潟県胎内市出身です。早口でも聞き取りやすいよって、嬉しい。体内子だよ、体内子だよ、だ、なはね、だ、なはもうどこでも使わないだ。自作している韓国人も、はい、廃墟して、はい、廃慮してだ手の動きがかっこいいって初めて言われたけど、ありがとうございます。関西人も早口だから聞き慣れているから大丈夫って、ありがとう。カムサムリだ。一瞬 1.5 倍速かと思う。あーね、僕は、あれはアイナと同じ横浜民、横浜市民。そうなんですね、ぜひぜひお邪魔させていただくのでよろしくお願いします。早口すぎて韓国の人は聞き取れないみたい。まあそりゃあね、私が悪い、すみませんでした。
可愛いんだやなって。んだは可愛くないよ。アナウンサーみたいで聞き取りやすいよって。優しい、もう優しい人大好き。背番号77を背負って投げるのかって。ああ、その手もあったか。みなぼん仮説いいからいいねって。本当ですか？すごい、私はあんまり好きじゃないんだよね。気にしないでって。気にするよ、だってみんな好きだもん。ハングルラブカムカムラテなことないよ。あるねーって。首大丈夫？どういうこと？どういうこと？なんで首？どこ？なんか見える？なんか見える？やめて。痛い。キレのいい口調と身振り手振りが好きって。ありがとうございます。ポンちゃんの声と話し方すめっちゃ好きって。ラブってありがとう。太眉好きって。も日によって違う眉なので今日限定。神ストライクお願いしますって言われると投げれないのに言わないでくださいっていうのは嘘ですけど、ありがとうございます。早口言葉と強いんじゃない。いや、早口言葉っていうのを気にすると言えない。あと日本が難しい、漢字が難しい。無理。めっちゃ日本語スキル上がったわーって。イエーイ。この間体内昆虫の家がテレビ。何事？何事じゃ。あそこはね、開いてないんです。ほとんど開いてないんですよ。どうして開いてたの？もうテレビ用とかやめてたいない。もっと、もう可愛い。一緒にいるとずっと楽しいくらくれくられそう。嬉しい。山さん無理だ。なんて読むんだろう。名前が読めないのが悔しい。始球式終わったらアイナの実家に行くのか。始球式が終わったら次の日に何かが入っていたと思うんですよね。22日なんだったっけ。帰らなきゃかな。ポーちゃんのことが大好き人間です。嬉しい。ありがとう。やったやった。ギャラニャンのワッペン売ってないかなって。ワッペン、ワッペンいいね。やるぞーさん、ギャラニャンのワッペンどうですか。声優できるよねって。声優さんは結構憧れている部分は多いです。グローブはシックスとローリングス、どっち？ローリングスです。ローリングスを今回は扱います。中華街で打ち上げないのって。あ、皆さんどうなんですかね。あ、水のグローブって。水のハートやっこって。てるてる坊さんありがとうございます。どっちだね。正解です。チーム N3 と G の特徴それぞれ教えて。難しいんですよね、それが。私たち、難しいんだよな、それが。私たち自体もあんまよくわかんないんですよね。ファンの皆さんから見ての違いが私たちのその印象になっていくので、ファンの方々で印象をつけてもらっていいと思います。というか、つけてほしいなって思います。スタジアムから中華街すぐそばなのに。中華街は行ったことはあるよ。でも食べたことはないかな。片筆見たって。嬉しい。ありがとうございます。みなぽん今来たぞって。ありがとう高大さん。説明難しい難しい。最近ぽんちゃんにはまりそうで教えしそうで怖いです。あ、それ良くないですよ。ダメですよ。ノイピーが悲しみますよ。ノイピー隊頑張って貫いて。焼き小籠包美味しいね。小籠包大好き。本当に大好き。ポンちゃんって東京行く来るお仕事を除きしか行かないです。プライベートでは絶対に行きません。チーム G はやっぱりゴキちゃんの G なのでしょうか。ゴキーチク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 。仕事で疲れた時リナポンのメールは元気が出る。よかった。イエイ。ハート500個突破。あ、ありがとう、もえさん。イエーイ。すげえ、1万2000人見に来てるって。ほんとだ。まあ、めっちゃ長くやってるしね。どんげやってんだろう。ありがとうございます。プライベートに来てよ。本当に楽しいところいっぱいあるからって。行きたいんですけど、新潟から東京2時間かけてだとすごく遠くて。でも、お仕事を一日中やってるわけじゃないので、いろんなところ行ってます。東京とか。最近メールの返信届いてないのかな。届いてないかなって。届いてないってどういうことですか。横浜来てよ、来てよ横浜。
でもアイナがいるからたまに、いや連れてってもらったことないな、行きたい行きたい、アイナに連れてってもらおう。劇場公演なくて寂しいね、2期生デビューまでは仕方ないのかね。どうないんだろう。チーム G の寸劇はあや太郎に注目って、太郎ちゃんね、声枯れてきたね。枯れてない枯れてない、元気元気、飲んでみる。うん、大丈夫だと思う。もめの変身で私読んでます本当に。で変わったねって言われちゃった、悲しいと思う判断、ちょっと嬉しい。変わってないって言われるより変わったねって言われた方がいいな、まあ、それが悪い意味だとしても私はすごくいい意味で捉えています。よかったって心配してくれてありがとうございます。すごいね、私の性格上結構ね心配されないんですよね。なんか何でも大丈夫でしょうって結構思われちゃうところが私の短所、自分的には、まあ、長所なのかもしれないけど、自分は短所だと取り入れて受け止めています。ジェイミットが私の救いです、ポジティブよきよきって。そう、ポジティブ思考なんですけどね、もう折れると本気で折れます。もう私一回折れたことあるんですよね実は、まあ、この話すると結構暗くなるので話すのはもっと大人になってからかな。今はいい思い出として頑張ってるけど、もう私が折れないと思ったら大間違いなので、変な風に思わないでください。ジェイミーとの足がとても可愛いだって、嬉しいね。こっちが足でこっちが手だよ、可愛いでしょ。モフモフなんです。ジェイミーとレナちゃん、萌えちゃんと仲いい、萌えかと仲いいです。萌えかとひなたとおぐまとレナが割と一面です。みなぽんを応援しています。よしきさんありがとう。もう本当によしきさんって方がいないと私は握手会をやっていなかったと思います。心が折れて、もう折れないけどね。みなぽんナイスキーってありがとう。ケンタさん、あ、ケンタさん、あ、ケンタさん、かケンタスケンタスさんありがとうございます。なんか見たことあるような気がする。職場でナポンシェフ歌ってるし、ありがとうございます。手には肉球ない、そう、手にないんですよね。ちょっと何事っていうとこ飛んでったって感じなんですけど、かわいい。でハンガードンソウルさん、よかったね、みんなから応援されてるよ。ジェミットすごい、目が死んでる。ポンちゃんのことわかるからって、ありがとう。本当にね、ありがとう、みんな優しい。もう私は嘘をつきたくないので、自分が思ってることをパッパと言っちゃうタイプなんですよ。まあ、それをね、いいって言ってくださる方もいるし、それが良くないって咳をしてくる方もいるんですけど、まあ、それは人それぞれなので私は何とも思わないんですけど、まあ、咳をされていい気分の人はいませんよね。私もその一人です。はーい、自分も駅やってるからレナポン欲しいって。関ちゃんさん、どこも出ててどこですか、ポジションどこ持ってるんですか。めっちゃ性格いいから周りに友達いっぱいそうって。性格人かんない、人によるんじゃない、人をどうやって受け止めるかじゃない。自分が自分で性格いいっていうのもおかしいし、人それぞれ。レナが性格悪いって思う人はそうなんだろうし、いいって言ってくださる方は、私はその方を好きになるなもんでしょ。良くないわけがない、あなたは最高、優しい、ありがとう。まっすぐなナポンが好きって、もう直進直進って感じですね。私はいつもレナポンに説教されています。してくださいって言ってるものじゃないですか、あれはそのまま自分が一番だ。あら、性格ええやんって、嬉しいな。始球式頑張ってください。球場はどこですかって、横浜スタジアムです。そのままポンちゃんが好きってありがとう。ラボの入館守りたいって、入館も最近誰とも思ってないからね。どんなレナポンでも好きって、ゆかこさんもおめでございだよ。涙、もう涙涙。そのままレナポンが好きもってありがとう。みんなの優しさに今夜も涙、もう何ですか、もうダムになる、もうダムダム、この部屋ダムって感じで、もう悲しみで溢れて寝ますできるやって名残が
何事も全力で取り組むところが好きなんよねって。そうなんだよね、やっぱり気合ったことが一番多いかな、大きい自分の人生の中で。いつもポンちゃんが一番、ありがとう。元気が出るよ本当に。ハート500個投げたよって、テルタマさんありがとうございます。看板は間に合いました、ハロさんだ、ありがとうハロさん、やったやった、さすが1万3000超え目指せ、7万超え無理でーすって言いたくないから、無理じゃないから頑張る、いつかできるよね、頑張ろう。でもね、もうね時間が来てしまうんです、残り30分ぐらいなんです。個性を大事にねって、個性は絶対に捨てません。始球式おめでとう、てるるさんありがとう。公園行きたいのに少なすぎるよって、わかります、それ本当に私たちもすごくもっとやりたいんです、本当にもっとやりたい。明日から仕事をし、うわーそっか、まあボンも終わりだもんね。皆さんお仕事頑張ってください。今日特に綺麗に見えるようだって、嬉しいな、なんでだろう、なんでマスクさんの目が今日は一段と綺麗な目になっているのではないでしょうか。またGコンは行きたいなってね、来てほしいです、たくさんもっともっと来てください、もっともっと公演できるように頑張る私たちも。外仕事が増えるのはいい証拠って、皆さんのおかげです本当に、外仕事をいただけるのは、これは本当にそう思います。今日から 4連勤です、お仕事頑張って、ポンちゃんいなかったら仕事辞めてるって、やめないでよ梅ちゃん、やめないで、ポンちゃんに仕事褒めていただいてめっちゃ嬉しいって、本当に春樹のお仕事素晴らしいと思うよ、尊敬してるもんね、なりたい職業の一つに近いし。今日朝メール来て嬉しかったって、キング、朝ね、最近ね集合が早くてすごい、そんな理由で申し訳ないんですけどね、私すごいね朝ごはんより寝るのを取っちゃう派の人間ね、でも割と最近朝が早くて、しかも夏休み期間中っていうのもあって、何時でも送れるので送っちゃってます。そのね、学生は朝の9時までしか送れないんです、朝の6時半から9時なのかな、からしか送れなくて、あとは夕方の5時から11時まで、夜の時間決められているんですけど、夏休みとかなんとか休みの期間中はもう24時間メール送れるので、 SNS ができるのですごく嬉しい。そう、結構大変なんです、でも学生もねあと半年なので頑張ります。そう、メール送る時間決まってんの、すごく辛い。それが N3 行ったんだけど、チーム G 行けてないです、ぜひ来てください、 G 楽しいです。明日公演始まり早いよね、あ確かに早かった気がする、なんでだろう、明日何日、明日金曜、あれ明日金曜、なんでだから早いんだろう。朝ごはんより寝るのを取る気持ちすごくわかります、だよね、ポンちゃんいなかったら NGT モチベ下がってるよって、なんで何事、何があったの。学生と両立絶対大変だよね、頑張ってね、ありがとう。でもね、もう私は中学3年生で NGT48 に入ったので、まあ3年近くやってればだいぶ慣れたかなって思います。遅くなりましたってゆうくんだ、おはよう、もう寝るか、最近暑すぎて眠れないって。でも寝る前は冷房つけてるから涼しいんだけど、寝た朝起きると暑くて目が覚める、だから最近目覚めがいいんだ、あ悪いのか、ん？わかんねえな、朝ごはんいらないって、わかる、朝ごはん別に食べなくても生きてきてる今のところ。ポンちゃんに会えてよかったって、でもギリタンショーさんに会えてすごくよかった。 NGT のファンで入れることはレナポンがいてくれ、なんでみんなそんないい人なんですか、本当にすごくいい人、どうして、ありがとうございます。ひろちさん初見です、よろしくお願いします。はじめまして、 NGT48 の市内級少女高校3年生17歳のレナポンこと長谷川レナです、
インスタグラムやっているので、よかったらそちらの方もチェックしてくださったら嬉しいです。そして NCT のワテイト4枚目、シングルリリースイベント in 日本武道館の受付が始まりました。よかったらチェックしてみてください。握手会でお待ちしています。最近笑いをこらえたことありますか？私ね、笑いこらえないタイプか。あった。なんか真面目な撮影がねあったんです。最近真面目な撮影があって、笑っちゃいけないのにメンバーとさ目合っちゃうとどうしても笑っちゃうじゃないですか。そのね、それでね笑っちゃいそうになったっていう、本当に大して面白くない笑い話でした。すみません、話さなきゃよかったかな。武道館当たったよって嬉しい。人参さんだって、人参食べたいな。お待ちしています。人参さんね、人参さん、人参さん、人参さん、ナボに神って言ってもらえたのが嬉しかった。だって本当にユスキさん私にとっては神です。ユスキさんがいなかったらって考えるとね、私はもう本当に多分アイドルをやっているかやっていないかの本当に入ってたと思うんだよね。17歳の響きいいなって。花のセブンティーンだ、イエイ。来年の総選挙のために100円玉貯金し始めました。私もね貯金してるんだ。来年も総選挙ランクインするために今も頑張っていきたいと思いますし、自分が今できることを全力で頑張っていきたいなと思います。だから皆さん来年も応援よろしくお願いします。絶対頑張ります。読んでくれてありがとう。読んでくれて、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 読んでくれてありがとう。難しい。ありがとう。そう、自分も頑張んなきゃね。皆さんだけそうやってね頑張ってっていうのは絶対私の性格上嫌ですし、私も自分でねちゃんと投票しなきゃ、そんなね話にならないよね。自分投票しないで皆さんに投票してもらうなんてやだ。あれは自分も投票すれば。よしきさんよかったですね。みんなね、みんな知り合いだしね。ファンでいるっていうの、あなたはナボンが辛い時は一緒に痛みを分け与えるような存在でいたいって。ユピーさんいい人ですね。来年は何位が35位。私は目標は絶対35位からずらさない。35位を超えるまではずっと35位でいく。高くして何が悪いんだ。もう去年私本当に腹立ったの。35位っていうね目標って言ったら、そのさ、なんだろう、お前が無理だろうみたいな、まあ言われたわけですよ。まあそういうことを言われる覚悟でやったつもりもあったんですけど、まあ、実際言われたら嫌じゃないですか。でそのなんだろう、無理って言いつけられるのすごく嫌だし、そういうことを言う人って私のことを応援していない方じゃないですか。だからなんで応援していない人に言われなきゃいけないんだろうってすごく不思議に思っていたけど、気にせず頑張った。別にね、よくない？何が悪いの？あれはさすがにイラッときたってね。そう、私言っちゃうタイプだから、本当に私にねそういうことを言っちゃう人は、私はもう皆さんに共感してほしいからこういう場で持って言っちゃいます。そんな言う人いるん？ありえんって。いるんです、世の中には。でもそういう人がいないと成り立たないっていう部分はきっとあると思うんです。その人はそういうことが言えるのが長所だと思います。そういうのを受け止めて行くのもありかと思っています。イエイ。だから言ってくれてありがとうっていう気持ちで頑張ってるけど、内面もストレスバンバンバーンって感じで、もう本当に最悪、もう爆弾爆弾って感じだけど、もう応援してくださってる皆さんの方が多いので、確実にそれは言えるから頑張れますね。イエイ。タワー当たったようで、わあ本当だ、ありがとうございます。どちら様でしょうか。トントントン、ハートポッポー、豆が愛らしい。キーワイさん、 K-E-W-I さん、ありがとうございます。すごく嬉しいよ。ありがとうございます。嬉しい、タワー、イエイ。キウイさんか、ありがとうございます。ずっとリナポについていく、嬉しい。だからね、皆さんは絶対裏切られたくない、裏切りたくないから、てか裏切らない、絶対。アイドルになったし、俺も運命だ。17歳なのにしっかりしているねって。
全然してないよ、そんなしっかりなんて。子供ですもん、所詮。うんうん。じゃあ明日配信できるかな、わかんない。でもできるとき私はします。頑張っているよね、嬉しい。じゃあもっと頑張るよ。よいしょ。久々に来ました、明日公園行くよって。かっちゃんだ、ありがとう。皆さんは裏切るなよって、どういうことだ。皆さんは裏切るなよって、皆さんは裏切るわけないじゃないですか。信じてるもん。吸ってちょこちょこしか飲めない。わかります。やっぱイガイガしちゃうしね。そう、ナポンしてる楽しい。エナもね、皆さんとね、皆さんから応援していただけるというから楽しい。皆さんから応援していただけなかったら楽しくない。そう、いつも全力のポンちゃんが好きって。ありがとう。みんなもね、そう言ってくださる皆さんが好きね。マーメイのお返事で何日後くらい。いや、マーメイはリアルタイムで届くんです。もう何時何分何秒に届きましたっていうのが正確に来るのでね。全然なことない。ヘオン、ヘオン、レナお久しぶりって。え、ヘオン、ちんちゃん、ヘオン、わあ、え、本当に本当に本当にヘオンなのかな、ヘオンなのかな。え、嘘嘘、え、違うよね、ヘオン、え、ヘオンなんですか、ヘオンまた始球式するんだって。そう、清田さんするの、応援してください。全力でまた新潟をね、盛り上げられるように頑張るよ。いえ、待って、カンちゃん、そう、カンカンヘオンちゃん、え、本当に本物かな、本当かな、え、ヘオン、え、本当なのかな。そしたらすごく嬉しい。いやー、ヘオンなくなっちゃった。違うと思う、違うかな、嘘つかれた。あ、違うよね、違う、ヘオンちゃんっていう方なんだ。同じ名前ってだけだ、きっと。ヘオン、アニョセヨ、同じ名前なんだ、きっと。嬉しい、ありがとうございます。そう、ヘオン、ヘワン、ヘオンショールームする。あ、そうなんだ、ヘオンってショールームするんだ、見よ見よ。カンヘオンちゃんと仲良かったんだって。ヘオンちゃんだって同じ F だし、同じ F だったし、一緒にね、ヘオンちゃんめっちゃお菓子食べるんですよ。そう、ヘオンめっちゃお菓子食べて、よくお菓子持ってきたら、うんうんって言って食べに来るの。めっちゃ可愛いからあげちゃう。そう、俺も17歳の時仕事していたし、学校も行っていたなって。同じ状況ですね、仕事もして学校も行って同じだ。今坂道合同でしょうねみたいなんですよね。今ショールームもやっていますしね。ポンちゃんはまだ成長期ですかって。成長期です、まだ成長期。ポンちゃんの妹的な存在。ポンちゃんのヘオンって何歳なんだろう。ヘオンより年上な気がするな、確か。ひなぽんはひまわりみたい、プシャー早く公園で会いたいって。しんさん、会いたい会いたい会いたいよ。ひなぽんより年下、下だったっけ、どっちだったっけ。でも下な気もするし上な気もする。ひなぽんの人生のタワーニングポイント、タワーニングポイントって一番なんか上機嫌みたいな、高機嫌みたいな感じのやつかな。なんだろうね、わかんない。確か19歳だった気がする。じゃあレナの上だ。ターニング、ターニングって何。もうポンちゃんと同い年と、ポンちゃん
同い年が一番嬉しいのに、ポンちゃんと同い年と同い年が一番嬉しい、ポンちゃんと同い年と同い年が一番嬉しいの。ん？ごめんなさい、私の日本語不力、日本語不力、日本語不足、日本語不力、日本語難しい、ごめんなさい、わからない。あ、そっか、19歳ってこと、あ、違う違う違う、韓国で19歳ってことは日本で、あ、同い年だ、同い年だ、レナと。日本と韓国って年代が違うんですよ。そうそうそうね、人生が変わった瞬間、ターニングポイント、あ、そうなんだ、勉強になりました、ありがとうございます。そう、やばい、時間が来てしまいました、皆さん悲しい、すいません、年齢制限的に、年齢制限的にもうショールーム配信ができなくなってしまいました。はい、ということでランキングの方を読んでいきたいと思います。第12位がリエサブラさん、アスカルありがとう。そして10位ガミさん、101匹ワンちゃんありがとうございます。そして8位が茨城のゆきさん、これからもよろしくお願いします、待ってます。あ、変わったからもう1回。第12位がキューチルさん、アヒルがありがとうございます。そして第10位がアツシーさん、ハンギョドン、ハンギョドンってどうやって合わせればいいのかわからないな、ハンギョドンありがとうございます。第8位がコココココペパン、ありがとうございます。そして6位がハルキー、ハルキーありがとう、お仕事頑張れな。そして4位がライスボールさん、あれ、ライスボールさんってこういうアバターだったっけ、あれで、ありがとう、おいっ子さんにもよろしくお願いします、また劇場で会えるの楽しみにしてますね。そして第13位が茨城のゆきさん、茨城のゆきさんありがとうございます、握手会でお待ちしています。そして第11位がリエサブロさん、ラスカルありがとうございます。そして第9位が、萌えさんですね、萌えさん、今日もね新幹線奥松隣だったんだよ、イエーイ。そして7位がヤミさん、ヤミさんいつもありがとうございます。そして第3位がチカさん、チカさん本当にありがとう、この間もいつもありがとうございました、この間もいつも日本語おかしかったけど、はい。そして第3位がピンキーさん、イエーイ、いつもありがとう、お仕事頑張ってください、インスタグラムも見ています。そして第2位が愛らしいキウイさん、タワーありがとうございます、もしよかったら遊びに来てください、ん、日本語おかしい、また来てね。そして1位がユシキさん、ユシキさんもただ本当にありがとうございます、もう神的な存在です、よろしくお願いします。はい、そして壇上に上がれなかった皆様も、壇上に上がれなかった皆様も見てくださって本当にありがとうございました。そしてたくさんのギフト、タワー、お星様、コメント、すんごく嬉しかったです。本当にね、私のショールームでは皆さんのコメントがなければ成り立たないショールーム配信なので、よかったらこれからも遊びに来てくださったら、コメントをしてくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。はい、そしてインスタグラムやってるので、よかったらチェックしてみてくださったら嬉しいです。そして最後にお知らせです。先ほども何回か言っていたんですけれども、改めてお知らせします。 NGT じゃない、いや、すみません、もう一回言います。はい、今年2018年1月27日に全国ロード上された映画ミッドナイトバスのDVD& ブルーレイが11月2日に発売することが決定しました。映画館でね見れなかったよって方はぜひこちらの方をチェックしてくださったら嬉しいなと思いますし、新潟県でねロケ全部撮っているので、あ、全部ではないんですけど、新潟県が主に何ですかね、撮られている場所といいますか、なのでよかったら新潟県民の皆さんもすごく馴染みのある場所が映っていたりだとかもすると思います。そしてね、私もすごく普段見せない感じの長谷川レナが演じている役も見れると思いますし、見た方にしかわからないキーワードだったり、それで握手会でお話できるかなとも思うので、よかったらチェックしてみてください。はい、そしてもう一つ目は、今月8月21日に横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの横浜スタジアム戦で始球式をやらせていただくことが決定しました。本当に嬉しいです。そして横浜っ子の草久部愛菜ちゃんと一緒に、今回は横浜 DeNA ベイスターズさん側として
あの応援させていただきます。全力で頑張っていきたいと思うんで、そちらの方も応援よろしくお願いします。そしてラジティ48 4枚目シングルリリースイベント日本武道館の受付が始まりました。よかったらそちらでね、初めましての方ももうこれからもね、ずっといつも来てるけどこちらも来てくださいって感じなので、握手会ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださったら嬉しいです。お待ちしています。それでは自己紹介して終わりたいと思います。わかる方はぜひコメント欄でよろしくお願いします。初めまして、わからないよって方はよかったら覚えて帰ってください。いきます。はい、 NGT48 のゆつなきゅう少女、今日もあなたのハートに場外ホームラン、ナイスパーティー、場外ホームラン、イエイ。はい、高校3年生セブンティーンのラポンこと長谷川れなです。今日も一塁側も三塁側も発生側も今日も一位全プレー頑張りましょう。皆さん今日一日本当にお疲れでした。待ってね、韓国語でやったんだよね。いきます。タンシネハテイホームランがハングルレナキャッチフレーズ、チャルプタテルミナアニョガセヨー。皆さん見てくださって本当にありがとうございました。おやすちなさい。バイバイ。